どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、駅とかにコインロッカーってあるじゃない？ああ、あるな。私はたまに使うぜ。私もよ、最近は冷凍食品を入れておいても、安心なロッカーもあったりして、買い物終わりに、用事がある時に使ったりしてるの。最近はそんなロッカーもあるのか。それでね、そのロッカーに荷物を忘れてきちゃったことがあるのよ。アイスを買ったからほんの数分だけ入れておくつもりだったんだけど、取りに行ったのが5時間後になっちゃったから、一緒に入れていた豆腐までカチカチになってたわ。はわ、そりゃどんまいなんだぜ。時間によって料金が決まるロッカーにも、たまに取り忘れてて料金が、とんでもないことになってるやつとかもあるよな。あるある、そういうロッカーって中身がすごく気になるわよね。もしかして意図的に置いていったんじゃないかと思っちゃうわ。意外なものが入ってたりしてな。そういえば、コインロッカーに死体が入っていた事件ってのも、過去にあったのを今思い出したぜ。何その事件、詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は、東京駅コインロッカー事件、について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず事件が発覚する前、2015年4月26日の午前9時40分頃に、JR 東京駅の丸の内南口改札付近のコインロッカーに、無施錠でスーツケースが入れられてたんだ。このスーツケースは点検をしてた職員が発見して、校内にある一時保管庫に移されたんだぜ。忘れ物だと思われたのね。わざと物をコインロッカーに捨てに行く人間もいるからな。ただこういうのは保存期間っていうのがあってな。その期間が過ぎたら処分されるんだ。どれくらいの期間が過ぎたら処分されるの？だいたい1ヶ月だな。それを過ぎたら処分されることになってる。今回のスーツケースもその期間が過ぎて、5月31日午前に中身の確認がされたんだ。そして、そこで事件が発覚した。そのスーツケースに死体が入っていたのね。そうだ。ベージュ色のカーディガンを着た70から80代の女性の遺体が入っていたんだ。身長は140センチほどで、身元を証明するものは何も持ってなかった。なるほど、小柄だからそのままスーツケースに入れることができたのね。でも、コインロッカーがある駅ってことは有人駅だろうし、駅は人目も少なからずあったはずじゃない？不審な人物の目撃情報はなかったの？そういった怪しい人物の目撃情報はなかったんだ。それに女性には目立った外傷もなくて、丸まった状態でスーツケースに入ってたみたいだ。ということは必ずしも殺人とは限らないわね。年齢的に老衰や病気の可能性もありそうだわ。ああ、この事件は警察がコインロッカーの前に集まって、規制線も張られたことから、SNS 上では、コインロッカーから生首が出たっていうガセ情報まで出たんだ。なぜ生首？でも、そういう情報が出回るほど騒ぎになったのね。こうして死体遺棄が発覚したわけだが、一応犯人に繋がりそうなものが見つかったんだ。スーツケースから何か見つかったの？ああ、スーツケースの中にタオルが入ってたんだが、これは埼玉県西部にあるパチンコ店が客に配ってるものだったんだよ。じゃあ、そのあたりを探すと良さそうね。とはいえ女性の身元もわかってないから、そこを尋ねたところであまり意味はない。誰にタオルを配ったかなんて覚えてないのが普通だからな。じゃあ、まずはスーツケースが入っていた。コインロッカーの防犯カメラを遡って調べたらいいんじゃないの？犯人がスーツケースを入れた瞬間が映っているかもよ。カメラ自体はあったんだが、そこからの追跡は成功してないみたいなんだ。捜査情報までは明らかになってないが、おそらく1ヶ月経ってるからカメラの記録映像が、消えてた可能性があるな。そうだったのね。映像が残っていれば、犯人の姿が一発でわかるのに残念ね。じゃあ、やっぱり女性を調べるしかなさそうだわ。前どこかで見たんだけど、体に残った治療跡から治療をした病院がわかるらしいじゃない？そこから身元がわかることもあるかも。よく知ってるな。確かに今回発見された女性の歯には、過去10年以内の治療跡が確認されてるんだ。ただ、10年以内のものだし身元も不明だから、それを頼りにしても身元を証明するのは難しいぜ。どの証拠もあと一歩って感じね。とりあえず今の段階で言えるのは、犯人は京浜東北線などを使って移動してきた可能性があるってことだ。それ以外は何一つとして分かってない。身元が分かれば、ご家族から手がかりが得られるかもしれないのに。こうしてどの物証も使えなかったわけだが、当然警察は犯人の捜索を開始した。私としては、女性の死因が殺人じゃないとしたら、身内の犯行の可能性が高いと思うわ。警察はその可能性を視野に入れていたのかしら？ああ、警察もそう考えてたみたいだ。警視庁元刑事で犯罪社会心理学者の北芝健氏は、犯人はおそらく身内、それも生活困窮者ではないか。家族が亡くなったが、葬式も出せずに、
やむにやまれず遺棄するしかなかった。顔認証システムを使えば犯人や遺体の身元はいずれわかる。死体遺棄のプロならば、こんなことはしない。犯人はいずれ見つかることをわかっているかのようだ、と語ってる。なるほど。あとは困窮した世帯の方なら、被害者の年金を当てにして生活をしていて、亡くなったらもらえなくなるから、死を明らかにできないのかもしれないわね。しかし、どうやらスーツケースに鍵がかかってなかったみたいなんだ。つまり犯人としては隠蔽するのが目的じゃなかったってことだ。じゃあ年金目当てではなさそうね。どうしたらいいかわからずに遺棄して、まるで見つけてもらいたがっているみたいだわ。またさっきの北芝氏は、東京駅を選んだのがポイント。遺体を遺棄した後、自分は電車に乗って現実逃避のために、どこかに向かったかもしれない。すでにこの世にいないことも考えられる、とも言ってるんだ。その可能性もあるわね。東京駅からだったら、どこへでも行けるわ。ああ、何もわかってないから確定的なことは言えないが、その可能性も十分にあり得るぜ。でも、そうなるといよいよ解決が難しそうだわ。ここで一度、発見された女性の情報を紹介しておくぞ。まだ話してない情報もあったからな。どんな情報かしら？まず、年齢は70から80代くらい。ベージュ色のカーディガンを身につけていて、体型は痩せ型。髪は白髪混じり、額に5ミリメートル大の勇気があって、歯が抜けてた。生前は入れ歯をしてた可能性もあるらしい。その勇気っていうのは、どういったものかしら？異母的なやつ？詳しくはわかってないが、そういったものだろうな。別にこれだけで何かがわかるというわけじゃないが、特徴的だから一応知ってる人が見ればわかるかもしれないな。死後から1ヶ月以上経ってるみたいだけど、顔はわかってるの？ああ。警察は骨格を元にした人相模型を作って公開してる。それに似顔絵も3つ書かれてるな。顔がわかってるなら、何か目撃情報とかはなかったのかしら？一応これまでに300件にわたる情報が寄せられてるんだ。だがそのどれもが有力な情報じゃなかったんだよ。あら、意外にも情報は多かったのね。それでも有力な情報がないってことは、公開された顔は実物と差があるってことかしら。こればっかりはわからないな。どうしても骨格を元にしたもので、あくまで参考レベルだからな。そうよね、でも、近所の人ならわかるんじゃないかしら。最近姿を見ないなら不審に思うんじゃない？行方不明者として届出が出されるかもってことか。だが、こうは考えられないか？この女性はもともと寝たきりで、誰も彼女のことを知らなかったとか。寝たきりで閉鎖的な家庭の人なら、その可能性もなくはないか。結局、手がかりは見つからずなのね。未だに未解決のこの事件だが、当時のタイムラインをおさらいしてみるぞ。お願いするわ。まず女性の遺体は発見時に4、5、1ヶ月が経過してたわけだが、これはスーツケースを保護してから保管期間があったからだ。じゃあ、女性は亡くなってから早い段階でスーツケースに入れられて、1ヶ月もの間そのまま保存されていたってことね。現場になったコインロッカーは定期的に点検されてて、少なくとも回収日の前日である2015年4月25日土曜9時の点検時には、このスーツケースは確認されてないんだ。スーツケースは、回収された。2015年4月26日の午前9時40分までの間に入れられた。ああ、通常、コインロッカーは時間超過になっても、3日間はそのままにしてるんだ。だが今回は料金を払ってなかったこともあって、翌日に回収されたんだ。見つけてほしいという目的があれば、わざわざしっかり施錠しないものね。そして1ヶ月後の2015年5月31日に、処分するためにスーツケースが開けられた。ここで事件が発覚したわけだな。死後から1月も経ってたら不乱臭がしそうなものだけど、そのあたりはどうだったの？どうやらそういった匂いはしなかったみたいだな。それに防腐加工もされてなかったみたいだし、まだ腐敗してなかったのかもしれない。スーツケースという特殊な環境が腐敗を防いだのかしら。そして6月1日には司法解剖が行われ、外傷がないことが確認された。死因は不明だから、自然死の可能性が高いな。やっぱり防犯カメラの映像がないのが、悔やまれるわね。ああ、まさかスーツケースに遺体が入ってるなんて、普通は考えないからな。しかも匂いがしなかったなら気づくのは無理だな。コインロッカーに置き去りというと、コインロッカーベイビーが思い浮かぶけど、ご老人の遺体が遺棄されることもあるのね。ああ、そうそうあることじゃないと思うけどな。係の人もびっくりしたと思うぜ。せめて身元がわかっていたいが、ご家族の元に戻ることができればよかったんだけど、そのご家族も今どうなってるかわからないと思うと悲しいわね。ああ、今からでも新しい事実がわかって、事件が解決につながることを祈ってるぜ。というわけで、今回は、東京駅コインロッカー事件について紹介したぜ。それでは、
次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。仕事を頑張りすぎて失踪、不可解な点が多すぎる、円田光大さん失踪事件。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近忙しくて参っちゃうわ。それなら息抜きに何かしたらどうだ？それもいいけど余裕がないのよね。それは困ったな。ギリギリまで頑張るのは良くないんだぜ。わかってるけど、難しいのよね。あのな霊夢、実際にそういった経緯があったかもしれない人が、行方不明になった事件があるんだ。そうなの？ああ。今日はそんな事件を紹介するぜ。よろしくお願いね。じゃあ、今回は、円田光大さん失踪事件、について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず事件の概要から説明するぞ。一体どんなことがあったのかしら。2013年3月7日、円田光大さんは出張のため、当時住んでいた大田区から岩手県盛岡市に来ていた。出張先での仕事を終えた円田さんは最終の新幹線に乗車するために、駅の新幹線の改札口まで行くが、改札で止められてしまった。どうして？期限切れだったのかしら。会社から渡されたものだとしたら当日限り有効なものだったりするから、その可能性もあるかもしれない。渡す側もちゃんと確認してほしいわね。まあ、止められた理由まではわかっていないんだけどな。その後、円田さんは多目的トイレに30分ほどこもっていた。30分って長くない？腹痛だったのかな？それ以前に、改札を通れないって駅員さんに助けを求めなかったの？ああ。普通であれば駅員に助けを求めるだろうが、円田さんは一人でトイレにこもっていたんだ。不思議なことをするわね。円田さんは30分ほどして出てきたんだが、なぜか新幹線の改札口には向かわなかったんだぜ。え？それじゃあどこに向かったのかしら？タクシー乗り場の方向だ。方向ってことは、タクシー乗り場に向かったかはわかっていないのね。そういうことだ。その姿が確認されたのを最後に、円田さんの行方はわからなくなってしまったんだ。何か荷物とかは残っていなかったの？出張なら荷物も多かったでしょ。霊夢の言う通り、円田さんはキャスター付きのスーツケースやビジネスバッグなど、荷物が多かった。その後、北上川沿いで、ビジネスバッグだけ捨てられているのが発見されているんだ。ビジネスバッグだけを捨てたの？しかも、そのビジネスバッグには、現金や身分証などの貴重品が入ったままだったんだ。ただの失踪なら、そんな大切なものは捨てていかないと思うけど。その上、この行方不明事件から4ヶ月後の7月には、盛岡駅付近のビルの屋上に、円田さんの携帯電話が捨てられているのも発見されている。2013年って言っても、この時代に携帯も現金も持たずに出歩くのかしら。発見された携帯電話の検索履歴から、失踪当日に、岩木さん、聖火盛岡駅、と、地図検索していることもわかっている。岩木さんって青森にある標高1625メートルの山よね？ハイキングにしてはハードじゃない？青森で一番標高が高くて、日本百名山にも登録されている山だからな。あと、聖火盛岡って何かしら？中華料理屋だ。大和飲食店を検索していたのね。県も違うし、共通点がない気がするわ。だが、盛岡には一文字違いの岩手山という山があって、それと岩木山を勘違いして検索したんじゃないかという意見もあるな。盛岡に近いのは岩木山だから、その意見にも納得できるわ。ああ、この岩手山の登山口は、盛岡駅から車で30分ほどの距離だ。駅からかなり近いのね。しかし、それ以外の手がかりは全くと言っていいほどなく、現在も円田さんは発見されていない。早く発見されてほしいわ。次は円田さんのプロフィールを紹介するぜ。円田光大さんの失踪時の年齢は22歳で、男性。身長は171センチで体重は55キログラムだ。まだ若いわね。失踪日時は2013年3月7日の午後8時頃。失踪場所は JR 盛岡駅だぜ。新幹線乗り場があるし、岩手県では一番栄えている駅よ。失踪時の服装は当然上下スーツだ。新幹線に乗るまで仕事をしていたもんね。髪型は、前髪が目にかかるか、かからないかくらいの長さくらいだった。でも、今でも同じ髪型とは限らないわ。そうだな。円田さんのご両親が言うには、円田さんは両親思いで、引っ込み思案なところがあるが、真面目な性格だったそうだ。そんな人が黙って失踪するとは思えないけど、そういう人ほど思い詰めやすかったりするのかしら。そうかもしれないな。事件に関してわかっているのはここまでだ。終わり。いくらなんでも、情報が少なすぎるわ。続いて、ネットで上がっているこの事件の疑問点を紹介するぜ。ネット上で真っ先に出てきた疑問は、どうして現金を捨てたのかだ。自分から失踪したと仮定したら、現金を捨てるのはおかしいという意見ばかりだったんだ。ええ？
何をするにもお金は必要だもの。そんな判断ができないほど、追い詰められていたのかもしれないが、トイレに30分もこもっていたから、その間に何か考え事をしていた可能性もあるみたいだぜ。その場合、思考力や判断力が正常とはいかなくても、全く頭が働いていないとは考えにくいよな。そうよね。それなら行方不明後に生命線となる現金は捨てないわ。身分証に関しては、これまでの人生と決別したかったという意味で理解はできるぜ。失踪後も生きていくつもりなら偽名を使いそうだし、今までの身分証はいらないわね。携帯については、関わりのある人間との連絡を断つために捨てたと考えるのが自然だな。人間関係をリセットしたくて、番号やアドレスを誰にも教えず、変える人もたまにいるもんね。それに仕事を黙って辞めるとなると職場から連絡が来るだろうし、それが嫌だったんじゃないかという意見もあったぜ。確かにそうだわ。失踪するなら足取りがつかめない方がいいし、マリサの言う通り携帯に関しては納得できるわね。仕事関係で追い詰められていたとしたら、職場から連絡が来るのは嫌だと思っていたのかもしれないな。携帯が鳴るだけでストレスだったかもしれないし、捨てた方が楽だったかもしれないわ。だが自発的な失踪だとしたら、現金に関してだけは納得のいく答えが出てこないだろうと、疑問に思う人が多い。バッグに入っていたことを忘れていたとか？それならばなんとか納得できるが、自発的な失踪という過程を外せば、何らかの事件に巻き込まれてしまったか、自殺を決意したかのいずれかになるだろう。事件に巻き込まれたのなら現金が入ってることに気づかずに、荷物を捨てそうね。バッグの中身を確認して、財布があれば盗む可能性も高いが、なんせインタさんが失踪した場所は人目につくところだ。霊夢や地元の人が言うには、岩手では一番栄えている駅だから、時間帯的にも周辺にも人がそれなりにいただろう。じゃあバッグの中身を確認する前に、慌てて捨てたのかも。ああ、それであまり考えたくないことだが、自殺の場合は身分証もお金も携帯も全て不要なんだよな。しかし、事件にしても自殺にしても、違う疑問点が浮かんでくるんだぜ。何なのかしら？エンタさんは出張ということで、キャスター付きのスーツケースを持っていたという情報があるだろう？さっき言っていたわね。それなのに捨てられていたのは、ビジネスバッグだけだ。事件や自殺だとしたら、どうしてスーツケースだけは捨てていないんだという疑問があるんだ。確かにスーツケースなんてビジネスバッグより大きくて邪魔になるものだわ。スーツケースには一般的に、衣類や生活に必要なものが入っているだろう。自殺するつもりならば、スーツケースは必要ないんだぜ。生きるつもりがないなら服も生活品もいらないわね。やはりできるだけ身軽にしたいんじゃないか？でも、死ぬ場所を探しに行くなら、なおさら交通費を持っていくわ。だろ？スーツケースなんて大きいものを犯人が捨てないのは不自然だ。確かにビジネスバッグと同様、スーツケースは捨てるはずね。ビジネスバッグと携帯などは、わかりやすいところに捨てているしな。一番邪魔になるものを捨てていないのは謎よ。ただ見つかっていないだけかもしれないが、その辺は警察もちゃんと捜査をしたし、それでも見つからなかったのはおかしいという見解が多かった。謎が謎を呼ぶわ。自発的な失踪にしても事件にしても自殺にしても、ここまで疑問が残るのが難しいところだな。他の考察についても見てみようか。気になるわね。まずはエンタさんが川に転落したのではないかという意見だ。北上川にビジネスバッグがあったもんね。ああ、それを根拠にした説だ。北上川は盛岡駅からも近く、国が管理する一級河川に認定されている。北上川は東北では最大級の川になる。さらに場所によっては水深が深くて、流れが速かったりするんだ。起きたらひとたまりもないじゃない。だからビジネスバッグが川沿いにあったということだ。悪くない意見だけど、なんとなく腑に落ちないわ。どうしてそう思うんだ？川に転落してビジネスバッグが漂着していたなら、他の荷物や持ち物が見つかっていてもおかしくないでしょ？私も同意見だぜ。スーツケースは密閉性が高く、水に浮きやすいようになっているものが多い。だからビジネスバッグが漂着しているなら、スーツケースも同様に見つかっているはずなんだ。そうよね。ビジネスバッグしか見つかっていないもの。他には岩手山に向かったという意見がある。これは自殺説だ。悲しくなるからあんまり聞きたくないわ。気持ちはわかるが、ここで私たちが発信することで、もしかしたらエンタさんに繋がる手がかりを思い出す人がいるかもしれないだろう。それもそうね。続きを教えてちょうだい。これはタクシー乗り場方面に向かったことから、タクシーに乗ったという意見だ。それで？タクシー乗り場に向かったという目撃情報があるなら、警察はタクシーを調べるよな。当然よね。私が警察官でも、タクシー運転手やタクシー会社に情報提供を求めるわ。それなのに何も出てこないってことは、タクシーには乗ってないと思うの。タクシーは密室空間だしな。
夜の山にスーツで行く明らかに不自然な人を運転手さんが、忘れるはずないんだぜ。そんな人が印象に残らないのはおかしいわよね。それなのにそんな情報は一つもなかった。だからタクシーに乗ったとは考えづらい。電車で岩木さんに向かったとか？財布を持っていないと言っただろう？そうだったわ。それじゃ難しいわね。財布を捨ててポケットに現金だけ入れたとも考えられるけど。そんな面倒なことをするなら、財布ごと持っていくだろう。キャッシュカードやクレジットカードなどが不要なら、それだけ捨てればいいんだぜ。一体どの説が有力なのかしら。可能性として一番あり得るのは、失踪説だと考えられている。エンタさんは東京まで帰る最終の新幹線の改札口で止められた。普通ならすぐに駅員に報告するだろうが、慌てる素振りもなくトイレに向かった。私なら最終の新幹線に乗るのに改札で止められたら、パニックになるわ。それが普通の反応だと思うぜ。このエンタさんの行動に関しては、エンタさんには仕事関係のストレスがあったのかもしれないと言われている。それならエンタさんの気持ちがわかるわ。仕事が忙しすぎたり、職場での人間関係がうまくいかなかったりしたら逃げたくなるわよ。ああ、そんな風に追い詰められている人が、改札で止められて東京に帰れなくなったら、もういいや、と考える人がいるんだ。どう頑張っても間に合わないなら、投げやりになってもおかしくないわね。予定が狂ったことで怒られたりするかもしれないならなおさらよ。現実逃避したくなるわ。そうだな。仕事に行かなきゃいけないと踏ん張っていた人に、自分ではどうにもならないことが起きて、それが原因で張り詰めていた糸がふと切れたとしたら、すべてどうでもよくなったりするぜ。エンタさんにとっては、それが改札で止められたことがそうだったかもしれないわ。その日のうちに東京に帰れないのはショックかもしれないが、ビジネスホテルや漫画喫茶に泊まるという手もあったはずだ。しかし、仕事に行きたくないとか辞めたいと考えていたとしたら、安堵する気持ちと、そんな自分を責める気持ちで苦しくなるんじゃないか？との考察もあった。真面目な性格だったって言ってたもんね。その二つの気持ちのせめぎ合ったから、トイレにこもっていろいろ考えていたのかもな。トイレで考えても答えが出なくて、現実逃避することを思いついたのかしら。そう考えると辻褄が合う気がするんだぜ。特に出張先にいたなら、このまま帰らなければ仕事に行かなくて済むという思考に陥りそうだしな。盛岡じゃなくて東京にいたら、次の日も仕事をしていたかもしれないわね。エンタさんは医療系エンジニアの仕事をしていたんだが、エンジニアはストレスが溜まりやすい仕事のようだ。そういう話はよく聞くわ。医療系となると人の命もかかっているだろうし、そのストレスは半端じゃなかっただろう。誰にも相談できなかったのかな？両親思いの性格だから、親に心配をかけたくなくて仕事を辞めたいと言い出せず、引っ込み思案なため、同僚や友人などにも言い出せず、溜め込んでいたものが一気に爆発した可能性も考えられる。真面目な性格だったというし、あり得るわね。駅から離れた後はどうしたのか気になるわ。屋上に向かったんじゃないかと言われているんだぜ。そういえば駅から近いビルで携帯が見つかったと言っていたわね。屋上で自殺することを考えたがそれはできなくて、携帯で調べ物だけして、携帯を捨てたのかもしれない。それじゃあ、なんで山について調べていたのかな？山で自殺を考えた可能性が高い。だが、岩木さんは想像していた以上に遠くて断念した。岩手さんと間違えたんだっけ？ああ。そうして橋の上から川に投身自殺をすることを思いついて、川に向かったか。これからのことを静かな場所で、考えたくて川へ向かったんじゃないだろうか？一度自殺を思いとどまれたんだから、川を見ながらこれからについて考えたかもしれないわね。そもそも屋上から飛び降りるなんて怖すぎるだろうし、少しでも思考能力が残っていたらできないだろう。それで断念して死ぬのが怖くなるでしょうし、やっぱり後者の方が納得できるわ。それでこれからは別人として生きることを決意し、身分証やビジネスバッグを捨てたんじゃないかという考察だ。財布はどうして捨てたのかしら？それについては、どの意見を参考にしてもわからないぜ。そして一月になる考察があった。エンタさんは病気を患っていた可能性があるかもしれない。どんな病気？解離性健忘だ。この病気は心的外傷やストレスによって引き起こされる健忘、記憶障害のことで、自分にとって重要な情報が思い出せなくなる。そんな怖い病気があるの？ああ。最近、または昔の体験を全く覚えていなかったり、部分的に思い出せなかったりするんだ。健忘の原因が身体的な異常ではなく、精神的な異常である場合には、解離性健忘と呼ばれる。マスコミで取り上げられた情報から抜粋すると、ふと気づいたら知らない街で、今までの人生とは縁のない、知らない仕事をして普通に数年間生活してたという実例もあるようだ。怖すぎるわ。ストレスってやばいのね。だから今もエンタさんはどこかで暮らしているかもしれないぜ。そうだと願いたいわ。
以上が、円太広大さん失踪事件、だ。腑に落ちない点が多い不可解な事件だけど、どこかで幸せになっていてくれることを祈りたいわ。私もそう思うぜ。だから霊夢もあまり思い詰めず、ストレス発散しようぜ。そうね。というわけで、今回は、円太広大さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。車内に残されてた奇妙なメッセージは、偽装工作、林正俊さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。前に奇妙な手紙を残して失踪した鈴木優也さんの話をしてたけど、ああいうことって他にもあったりするのかしら？もちろんあるぞ。事件性がないものでも、置き手紙を残していく人はいたりするからな。やっぱりそういうのって、筆跡とかで、本人が書いたものかどうか鑑定されたりするのかしら？事件性が高いと判断されれば、鑑定されるだろうな。だが物によっては鑑定ができなかったりもするんだ。鑑定ができなかったって、どんな事件だったの？じゃあ今回は、林正俊さん失踪事件、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は、1998年5月12日に福井県で起きたんだ。当時23歳だった大学院生の林正俊さんが失踪したというものだ。失踪する前の林さんはどんな行動をしてたかわかってるの？ああ。事件当日、林さんは午前9時頃にいつも通りに、大学へ車で向かったんだ。そして22時30分に、大学の指導スタッフと別れたところまでは確認されてる。結構遅くまで大学にいたのね。さっきも言ったと思うが、林さんは大学院生だからな。修士論文を書いたりしないといけなかったから、帰りが遅くなりがちだったんだ。じゃあ、林さんの帰りが遅くなるのはよくあることだったの？そういうことだ。これまでも朝帰りや泊まり込みで、家に帰らないこともあったそうだ。だから林さんのご家族も、この時点では特に心配してなかったんだ。でもそれが林さんの最後の姿だったのよね。車で大学に来てたってことはそれに乗って移動したはずだけど、林さんの車の動向を探ったりはできたのかしら？林さんの車がどういう動きをしたのかは判明してないんだが、翌日の5月13日、福井県越前町の海岸に林さんの車が止まってるのが発見されたんだ。どうして海岸で見つかったのかしら？林さんは海洋系の学部に入ってたの？いや、林さんは土木系の学部だったらしい。だから林さんがそこに来る理由はないんだ。だから林さんの自宅に志賀浦駐在所から電話が入ったんだ。わざわざ自宅に電話があったってことは、車内に林さんの姿はなかったのね。でもすぐに電話が行ったってことは、それが林さんのものだっていう証拠があったからなのよね。ああ、車のドアはロックされてたんだが、車内にはパソコン、財布、免許証などが置きっぱなしになってたんだ。だからすぐに自宅に連絡が行ったのね。もし仮に出かけてるとしても、免許証や財布は持って出るはずだもの。持ち歩くものを車に置きっぱなしにしてるのは普通じゃないわ。これによって林さんが失踪したことが判明し、事件として捜査されることになったんだ。警察の捜査では、何か怪しいものとか目撃情報とかは手に入れられたの？一つだけ怪しいものがあったんだが、それについてはこの後でまとめて紹介するぜ。その前に父親の俊夫さんによって、個人的に行われた捜査について触れておこう。ご家族でも捜査されたのね。自分の息子が失踪してしまったんだし、理解できる行動だわ。ああ。事件が発生してから3ヶ月間、毎週のように、現場の日本海沿いの漁村を一軒一軒歩き回ったんだそうだ。もしかすると、どこかの家にいるかもしれないって考えたのね。それだけじゃなく、海岸から 40km ほど離れた、山中の衛兵寺にも足を運んでるんだ。もしかすると狩猟層に紛れてるんじゃないかってな。何もかもが嫌になって逃げ出して、お寺に身を寄せてるかもしれないって考えたのね。でも解決してないってことは見つからなかったのね。残念ながら、聞き込みをしても林さんに繋がる証言は出てこなかった。今のところ痕跡として数えられるのは、林さんの車と車内に残されてたものくらいだった。なぜか海辺に来てるのが怪しいけど、今のところこれといって証拠らしいものがないわね。実は証拠と言えるかはわからないが、車内に残されてたパソコンからは奇妙なメッセージが見つかってるんだ。どんなメッセージだったの？いやー、もう疲れちゃったよ。少し道を外してしまったような気がする。何も考えずにここまで来てしまった。このままゼネコンへ入ったとしてもやっていく自信は全然ありません。終論も考えるとゾッとします。今まで散々わがまま言ってごめんね。先生にもよろしく。このパソコンは〇〇さんにあげます。本当にすんません、というものだ。メッセージの内容を見るに、大学での修士論文が大変で、さらに将来の不安にも駆られてたみたいね。少なくともメッセージだけを見るとそうだな。
このメッセージが残されたのは13日午前2時4分だったそうだが、友人の証言や多数の遺書を見てきた川人博士弁護士の見解などによると、本人のものじゃない可能性があるんだ。友人からもそういう証言が出たってことは、林さんは特にそういうので悩んでる様子はなかったってことかしら。ああ、俊夫さんもこのメッセージについて、息子が書く文章ではない。遺書ならばふざけすぎている、と語ってるしな。俊夫さん曰く、息子は何でもコツコツとやるタイプで、途中で投げ出すような人間とは想像できないらしい。家族だからこそ文章の不自然さに気がついたのかもしれないわね。警察はこのメッセージについてどう思ってるの？警察もこのメッセージを怪しんでて、自殺を伺わせる痕跡はない、って語ってるんだ。お父さんや警察からもそう言われてるなら、林さん本人の意思で書かれたものじゃなかったってことね。実際に林さんがどう考えてたのかは不明なんだが、少なくとも他人から見ればそういう風に見えたみたいだ。ただ、あくまでパソコンに残されたメッセージだから、本当に林さんが書いたものかどうかも不明だ。パソコンに書かれてたってことは、筆跡の癖とかが、鑑定できないってことになるものね。それこそ他人がそれっぽく書いても、林さんが書いたものに見せられるし、そこが、以前解説した事件とは違う部分だ。鈴木優也さんの事件は走り書きとはいえ、失踪者本人が書いた可能性は十分あったが、この事件ではその可能性はどっちとも言えない状態なんだ。もちろん林さん本人が書いた可能性もあるけど、他人が書いてもそれを立証できないわね。それ以外にも奇妙な点があって、林さんの車が発見された場所から約 10km 離れた場所で、よく似た事件が起きてるんだ。他にも失踪した人がいるってこと？1989年12月27日に、山下貢さんという男性が同じように失踪してるんだ。その人の車も海辺に放置されてて、車内には免許証や長靴、食べかけのおにぎりなどが残されてたんだ。その人もどこかから帰ってる途中だったの？いや、山下さんの場合は早朝に釣りに出かけて、そのまま失踪したらしい。ただ、山下さんが持っていた釣り竿がどこにも残されてなかったんだ。車が海辺に放置されてて、免許証とかが、車内に放置されてる状況が似てるわね。でも山下さんは釣りに来てたって話なんでしょ？だったら林さんも釣りをするために海辺に向かったんじゃないかしら。それは考えられない。林さんに釣りをする趣味はなかったそうだ。それに車の止め方も少しおかしいんだ。止め方がおかしいってどういう意味？車は海岸の釣り場に降りていくところで、その道を塞ぐようにして止まってたんだ。しかもなぜか座席のリクライニングは倒れた状態だった。そこだけ聞くと、そこで眠るために停車して、リクライニングを倒したように見えるわね。でも確かに道を塞ぐように止まってたっていうのは変だわ。もし仮に寝るためなら、リクライニングを倒すだけでいいからな。わざわざ道を塞ぐように止める必要性が現場からは確認されてないんだ。じゃあ、もしかして林さん以外の誰かが意図的に、車を移動させたってこと？もちろん林さんが止めた可能性もゼロじゃない。ただ、その止め方をする必要性がない上に、林さんの行方がわかってないから、他の誰かがそうした可能性も存在してるんだ。もしかしたら自分の意思で失踪したんじゃなくて、誰かに誘拐されたのかもしれないわね。実際に誘拐だったのかどうかはわからないが、林さんの失踪後に無言電話が1、2ヶ月間続いてるんだ。こういう未解決の失踪事件の時って、不審な電話があったりするけど、林さんの時にもそういう電話があったのね。それ以外にも1回だけ女性の声で、正俊さんいませんか？っていう電話が入ったそうなんだ。その人は誰だったのかしら？林さんの知り合い？この電話主が何者なのかは判明してない。さっきの無言電話も含めていたずらの可能性もあるが、もしかすると一部の失踪事件のように犯人からの電話の可能性もある。どこの誰がどんな目的で電話してきてるのかわからないわね。ここからは、林さんに何があったのかについて、類似した事件などから考えていくぜ。確かに山下さんの事件はよく似た事件だとは思うけど、でもそれだけで何があったかなんてわからないんじゃないの？いや、実は車が発見された場所である福井県では、山下さんも含めて失踪事件が複数起こってるんだ。そしてそれらは、北朝鮮によって行われた拉致だと考えられてる。確かに、海辺なら小さい船か何かに乗せて拉致はできるでしょうけど、林さんが実際に拉致されたかどうかは不明なんでしょ？霊夢が言うように確固たる証拠があるわけじゃないんだが、林さんの失踪から4年後の秋に北朝鮮による、拉致被害者が帰国してきたんだ。その後、どこから出た情報なのかは不明なんだが、林さんと同名の人物が北朝鮮にいるっていう、情報が確認されたんだ。もしかしたら拉致されてた人たちが、林さんと同じ名前の人に出会ってたのかもしれないわね。それとさっき話した不審な電話も、
もしかすると北朝鮮が関わってるかもしれないんだ。一応北朝鮮が関わってるかどうかはまだ不明なんでしょ？もちろんそうだ。だが他の事件みたいに、失踪者の家族に電話がかかってくるのは、犯人からの確認の可能性があるという説があるんだ。確認って、身元確認ってこと？ああ。自分たちが誘拐した人間が本当に狙ってた、人物かどうかを確認するために、家族のところへ電話してるんじゃないかっていう説だ。そういえば女性は、正俊さんがいるかどうかの確認をしてたのよね。もしかするとそれが身元確認だったのかしら。本当に自分たちが誘拐したのが林正俊さんかどうかって。それもだが、その説が正しいとすれば、無言電話も身元確認のために行われた可能性がある。そっか。家族としては、もしかしたら失踪した本人が、電話をかけてきたんじゃないかって思って、名前を聞いちゃうわね。それが目的なら無言で何も喋らなくてもいいわね。もちろんあくまで一説だから、ただのいたずら電話の可能性だってある。しかしよく似た事件が福井県で起こってるってことを考慮すると、何者かによる拉致誘拐事件である可能性も捨てられないんだ。海辺の上に、よく似た拉致絡みと思われる事件が起きてたみたいだから、北朝鮮による拉致の可能性も十分にあるわね。未だに未解決のこの事件だが、今でも敏夫さんは息子の帰りを待って、活動を行ってるんだ。どんな活動をしてるの？他の失踪者家族や支援団体と一緒に、毎月第1週の土曜か日曜に岐阜駅前で声をかけ続けてるそうだ。事件が起きたのは福井県じゃなかったっけ？車が発見されたのは福井県だったんだが、林さんが住んでたのは岐阜県にある自宅だったんだ。岐阜県に住んでた林さんの車が福井県で発見された形だ。だから岐阜県で声かけをしてるんだ。もしかしたら、林さんの姿を見ていた人が、いるかもしれないものね。さらに特定失踪者問題調査会によって、2008年に、拉致濃厚、として認定されたぜ。可能性として存在する以上は、拉致も視野に入れて捜査するべきよね。敏夫さんはこの事件に関する署名活動も行ってて、現段階で約1万5000筆の署名が集まってるそうだ。林さんの事件が解決してほしいって思ってくれた人がそれだけいるのね。そう思ってくれてる人がいると心強いわ。以上が、林正俊さん失踪事件、だ。海辺に残されてた車が他の事件の状況と似通ってたり、パソコンの中に奇妙なメッセージがあったりと、怪しい部分がある事件だったわね。それらの痕跡もあってか、林さんは何者かによって誘拐され、メッセージは偽装されたものって可能性がある事件だ。北朝鮮によって拉致された可能性もあるのよね。ああ。北朝鮮による日本人の拉致は過去にも何度も確認されてて、未だに帰ってこない人たちもいる。だからその中に、林さんがいる可能性があるんだ。でももし仮にそうだとして、どうして北朝鮮は拉致なんてするのかしらね。何かメリットでもあるのかしら。日本の警察や韓国情報当局の捜査などによると、北朝鮮は韓国を従わせて朝鮮半島を統一するための、工作活動を行う工作員を作ろうとしてるんだ。その要請に日本人を利用しようと考えてるみたいだぜ。どうしてそこに日本人が関係してくるの？例えば拉致した日本人の戸籍やパスポートを奪ってその人になりすましたりだ。他にも工作員が日本人らしく見えるように、日本語や日本人らしい仕草を教える係をさせたりもするらしい。違和感がない戸籍や立ち振る舞いが必要だからなのね。ああ、仮に工作員が捕まったとしても、戸籍上は日本人ってことになるから、北朝鮮は表向きには関与してないってことにできるしな。そうして理由を聞いてみると納得がいくわね。もちろん拉致されるのは日本人に限った話じゃないが、それでも北朝鮮による拉致が行われてて、今回の林さんもそういう目的で拉致された可能性はあるぜ。もし林さんが拉致されてるんだとしたら、帰ってこられるのはいつになるのかしら。一応拉致されてた人たちの中には、日本に帰ってこれた人たちもいるんでしょ？北朝鮮次第としか言えないな。北朝鮮は拉致問題の再調査結果の報告延期を、日本側に通告したりしてるから、全てを認めたわけじゃない状態だ。北朝鮮が認めないと確定してないことになる。少しでも早く認めて返還してほしいわね。林さん以外の人にも帰りを待ってるご家族がいるんだから。あくまで北朝鮮による拉致は可能性の一つだ。必ずしもそうだとは言えない。しかし林さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性は高いから、なんとか解決してほしい事件だ。そうね。何があったのかはわからないけど、どうか無事に帰ってきてほしいわ。お父さんだって帰りを待ち続けてるんだから。そうだな。というわけで、今回は、林正俊さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。玄関先での一瞬の出来事。
わずか40秒で消えた男児の謎。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。昨日友達の子供と公園で遊んだの。へえ、霊夢って子供嫌いかと思ったけど、意外とそうでもないんだな。失礼ね。私は昔から子供が好きよ。子供と一緒にいるとなんだか心が現れていくのよ。霊夢の荒んでいる心にいい影響を与えているんだな。他人にそんな風に言われるとイラッとするわ。ごめんごめん。ちょうど4歳の子供でね。可愛いんだけど目を離すとすぐに一人で行動するから、ずっと追いかけ回していたの。公園内とはいえ、ものすごく大変だったわ。子供って一瞬目を離しただけで、目の前から消えてヒヤッとするのは、あるあるだよな。育児の大変さがよくわかったわ。4歳の子供といえば、霊夢は30年以上前に徳島県で発生した。まるで神隠しのような行方不明事件を知ってるか？いいえ、神隠しって言うと千と千尋の神隠しぐらいしか知らないわ。あんなファンタジーな物語じゃないぜ。じゃあ、どんな事件なの？ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃわずか40秒の間に姿を消した松岡信也くん行方不明事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。その事件は1989年3月7日、徳島県貞光町で起きたんだ。徳島といえば、阿波踊りよね。世界に誇る伝統芸能だよな。そんなことはいいんだ。当時4歳の松岡信也くんは、茨城県牛久市に住んでいた。あれ、徳島じゃないの？3月5日に信也くんの祖母が急死し、6日に一家で葬儀に参列するため、はるばる徳島まで来ていたんだ。ちなみに信也くんの家族構成は、両親と姉、弟だ。3人兄弟の真ん中って、難しいポジションよね。そうか？まあ、マイペースな子が多いとは聞くけどな。葬儀の後、一家は車を1時間ほど走らせ、貞光町の母親の親戚宅を訪れた。この日はここに泊まったそうだ。それが事件が起きた場所なのね。ああ。翌日の午前8時頃、父親は3人の子供といとこの子供を連れて、近所に散歩に出かけた。子煩悩だったのね。今でこそイクメンっていう言葉があるけど、当時積極的に子育て参加していたとはさすがね。父親は1989年初めに外資系のコンピュータ会社に転職し、深夜残業や休日出勤ばかりで、子供たちと遊ぶ時間がほとんどなかったそうだ。外資系って成果主義で厳しいものね。霊夢ならすぐ用なしで、クビだろうな。私の得意なゴマすりも通用しなさそうよね。身内の不幸とはいえ、久しぶりの休日ということで、子供との時間を作ってくれたのね。親戚の家は標高約200メートルの山間部の林道終点近くにあって、周りに家はなかったそうだ。一同は8時頃、10分ほど周辺付近を散歩し、親戚宅に戻った。短っ。朝食前だったから、早めに切り上げたらしいぜ。この時信也くんはまだ散歩したそうな素振りを見せていたそうだ。そりゃ10分じゃ満足できないわよ。4歳ぐらいの子供って、体力があり余っているもの。そこで父親は、眠っている2歳の末っ子を一度母親に預け、再び散歩に行こうとしたそうだ。この時、父親は信也くんが玄関から、10メートルほどの石段を登りながら、自分についてきていることを確認している。まだ姿は確認できていたのね。無事末っ子を受け渡し、再び家の外に出た父親は、信也くんが玄関先から忽然と姿を消していることに気がついた。子供は目を離すと、すぐに興味がある先へフラフラっと行ってしまうのよね。父親は結構長い間家の中にいたのかしら。いや、父親が目を離したのは40秒ほどだったそうだ。まさか、こんな短時間の間に、と思うほど一瞬ね。父親はすぐに周囲を探したそうだ。でも信也くんは見つからず、家族や親戚、地元の消防団も参加して捜索が開始された。かなり大掛かりね。でも信也くんは一向に見つからず、午前10時頃警察へ通報したそうだ。玄関扉を一枚隔てているとはいえ父親のすぐそばで、しかも家の目の前で忽然と姿を消すなんて、本当に神隠しのようね。それで捜査はどうなったの？警察は山で迷子になっているのだろうと考え、山間部で大捜索を行った。確かに道を間違えて山奥に入ってしまった可能性は考えられるわね。県警機動隊や消防署員、地元消防団員に、一般市民を加えた100人近くの人を動員したものの、信也くんは見つからなかった。どこに行ってしまったのかしら？手がかりは何もなかったの？ああ、全くなかったそうだ。というのも、現場の周りに家がないため、目撃者がいなかった。さらに町道の終点ということで外部からの出入りはほとんどない。100メートル離れた畑で農作業をしていた人も、失踪時不審な車などは見かけなかったそうだ。何者かに連れ去られたのかしら。でも一家が親戚宅に泊まっていることや、信也くんがいたことは外部に伝えていなかったそうだ。
謎が深まるばかりね。ちなみに深夜くんは4歳とはいえ、とてもしっかりしていて、自宅の住所も電話番号も年齢も家族の名前も言えたそうだ。じゃあ、もし迷子になっていたとしても、誰かに遭遇していれば助けを求めることはできるわけね。警察では、事件に巻き込まれた可能性は考えにくいとし、周辺捜索を行った。翌8日にはさらに人員を増やし、200人体制で捜索をした。その後3ヶ月捜索は続いたが、結局深夜くんを見つけることはできなかったんだ。なんとも不可解な事件ね。不可解といえば、実は深夜くんが失踪した後、おかしな電話がかかってきているんだ。どういうこと？一家が茨城県に帰る前日の16日のことだ。父親が電話を取ると、奥さんはいますかと、徳島弁のイントネーションで喋る女性の声がしたそうだ。母親が電話を代わると、その女性は中原麻里子の母親と名乗り、整形幼稚園の月組の父兄です。幼稚園で見舞い金を集めたのですが、どちらに送ればよいのでしょうか？もう帰ってくるんですか？と尋ねたそうだ。整形幼稚園って？深夜くんの姉が通っていた幼稚園だ。見舞い金を集めるなんて、失踪した事実がすでに広く知れ渡っていたのね。母親は明日帰るという旨を伝えた。しかし、その後中原麻里子の母親から連絡はなく、数日経って幼稚園に見舞い金について、問い合わせてみたところそのような事実はなかった。しかも中原麻里子という、名前の子供もいないことが判明したんだ。え、どういうこと？単なるいたずらにしては悪質よね。しかも茨城県に住む一家が徳島の親戚宅にいることや、その自宅の電話番号を知っているのも奇妙だろ。確かにそうね。それに徳島弁なのに、茨城県の幼稚園の名前を知っているというのも不思議よね。一家の状況を知り尽くしているって不気味だろ。その女性が深夜くんを連れ去った犯人って可能性はないの？この電話だけではそこまでの手がかりにならず、事件解明の糸口とはならなかったんだぜ。でも失踪後に様々な場所で多数の目撃情報が寄せられた。父親は、行方不明者を探すテレビ番組に出演したり、ビラ配りをしたり必死で情報提供を呼びかけた。そして有力な目撃情報があればすぐに、全国どこへでも出かけていったそうだ。父親は自分が目を離したことに責任を感じていたのかしら。そうかもな。父親は転職したばかりだったけど、捜索の時間を少しでも確保するために会社勤めを辞め、自営業に切り替えたらしいぜ。きっと、何としても我が子をもう一度抱きしめたい。という並々ならぬ思いがあったのね。ちなみに目撃証言ってどんなものが寄せられたの？まずは、1989年5月に徳島県天郡の海岸で、深夜くんによく似た子供を連れた、不審な男性を目撃したという情報だ。徳島での目撃情報となれば、かなり信憑性が高そうね。目撃者は徳島育ちで、深夜くんの行方不明事件も知っていたらしいぜ。そこで男の子の顔を覗き込んで確認しようとしたところ、男は子供を隠すようにし、すぐに白い乗用車に乗って立ち去ったそうだ。なんだか怪しすぎるんですけど、見られちゃまずいという気持ちが現れている行動に思えるわね。ちなみにこの海岸は北朝鮮の工作員がこの川を利用して、小型船で行き来しているとの噂があり、北朝鮮による拉致の可能性も拭いきれないんだ。確かに1989年となれば、そういう事件が起きていても不思議ではないわね。でも残念ながら、この目撃証言をもとに捜査が進展することはなかった。車のナンバーでも覚えておけば違ったのかしら。不審な車を見たらナンバーを覚える癖は、つけておいて損はないかもな。それから次の目撃証言は1990年に、山形米沢市にあるデパートの前で、深夜くんそっくりの男の子を見たというものだ。徳島から一気に東北地方まで飛んだわね。父親はこの証言を聞き、すぐに米沢市に向かったそうだ。仕事を辞めただけあって、すごい行動力ね。そしてデパート周辺でビラ配りをしたところ、さらなる目撃情報が寄せられた。どんな情報なの？この子なら上杉公園で見た。公園内の売店にいたというものだ。でも結局それ以上の情報はつかむことができなかったそうだ。再び同じ場所に姿を現すとも限らないものね。次は1991年に四国霊場88箇所の第21番目の滞留時で、白装束に身を包んだ5、6歳の少年を連れた親子連れを目撃したという情報が寄せられた。四国霊場を88箇所巡ることによって煩悩が消え、願いが叶うと言われているのよね。霊夢は煩悩だらけだから、一度行ってきたらどうだ？実はすでに今まで二度行ってるのよ。マジかよ。感じさせないな。そう簡単に人は変わらないってことね。格好つけて言うなよ。子供に付き添っていた男女は、普通の身なりだったそうだが、子供の両親にしては歳が離れすぎていたため、気になったそうだ。この時も父親は現地へ向かったの？
この時は母親が先回りして87、8番目の寺で、その3人の姿を待ち続けたらしいぜ。なるほど、確かにいずれ訪れる可能性は高いわね。でもその3人の家族が現れることはなかったんだ。すぐに現地へ向かっているのに、どれも不発に終わっているのね。次の情報は一番角度が高いと言われ、話題となったものだ。どんな情報なの？1997年に横浜の地下鉄で見たと、OL から寄せられた目撃情報だ。今度は横浜なのね。帰宅途中の OL は電車の横に座った少年を見たところ、鳥肌の立つほど、深夜君に似ていると感じたらしい。この世には自分とそっくりな人が、3人いると言われてはいるけど、そういう可能性はないの？本当に本人かしら？その少年はあまり身なりが良くなく、手首には傷があり包帯で隠していたそうだ。そういうところも OL が少年を気になった理由かもね。心配になった OL は少年に声をかけたそうだ。すると、おじさんにいじめられると告げたらしい。もしかしておじさんとは誘拐犯のことで、その人が暴力的なことをしてくるってこと？なんだか嫌な想像が膨らむ話ね。OL は困ったことがあったら、お姉さんに電話して、と電話番号を渡し、その後一度だけ電話があったそうだ。でもそれ以降連絡が来ることはなく、結局発見には至らなかった。じゃあ、この情報も結局手がかりになっていないじゃない。でも、1998年に中国地方にあるレンタルビデオ店で、この少年らしき人物の目撃情報が再度寄せられているんだ。次は中国地方？横浜からまた随分と離れたわね。手首に傷のある男の子で、現在の深夜君の想像写真にそっくりの少年が、映画のポスターを買っていった。少年は店の出入り口付近で、まるで監視しているかのように立っている。ヤクザ風の男に商品を見せ、これでいいの？といった感じで確認した後、レジに来たというのが、寄せられた情報だぜ。手首の傷っていうところが一致しているわね。応対した店員はすぐに店長に報告し、店長は外へ二人の姿を探しに走っていったが、すでにその姿はなかった。そして警察に通報したそうだが、その後の手がかりはつかめていない。目撃者はいずれも手首の傷を不審に思って、気になったのね。深夜君は拠点を中国地方に移したのかしら？どうだろうな。でもその後有力な情報はぱったりと途絶えてしまったんだぜ。次に情報が寄せられたのは、2018年 TBS 系列で放送された人探しのテレビ番組だ。それってよくある公開大捜索みたいなやつ？その通り。ああいう番組って臨場感があって、ついつい見入っちゃうのよね。実際そういう番組で居場所が判明している人もいるんだよな。番組内では、身元不明人として、視聴者からの情報提供を求める、和田優斗さんという人物が出演していた。身元不明人？和田さんは記憶喪失になっていて、自分が何者かわからないという状態だったんだ。そんな人がなぜ、深夜君と関係があるの？実は二人の顔立ちがよく似ていて、番組視聴者からこの和田さんが深夜君ではないか、という意見が数多く寄せられたんだ。しかも和田さんは4歳の頃に、何者かに連れ去られたという生い立ちを話していた。え、誘拐ということ？一番古い記憶が4歳の時で、その当時両親に車で連れられて眠ってしまい、起きた時には知らない家の中にいた。そこに大柄の男性がいて、その男性から、今日からここでお前は生活するんだ、と告げられたと語っている。車の中というのは、深夜君の失踪状況と合致しないけど、まだ幼かったがゆえに記憶が塗り替わっている可能性はあるかもね。それから17年もの間、見ず知らずのおじさんの家に軟禁され、2014年6月にそのおじさんの家から逃亡したというんだ。なんだか、深夜君じゃないかと思わせるストーリーね。和田さんはショッピングモールのトイレで、倒れているところを保護された。でも記憶を失っている上に、身元を証明できるものを何一つ所持しておらず、自立支援センターで暮らしながら、テレビ番組出演したそうだ。でも名前が違うし、どうなのかしらね。和田さんが深夜君ではないかという声を受け、徳島県警は DNA 鑑定を行った。結果はどうだったの？和田さんと深夜君の両親との間に親子関係は認められなかったぜ。世間の声を受けて、DNA 鑑定まで行ったのに、別人だったのね。結局和田さんは、三重県四日市市に住む両親が、名乗り出たことで DNA 鑑定の結果、親子関係が立証されている。和田さんにとっては良かったけど、深夜君の両親にとっては期待が膨らんだだけで、なんだか残酷な状況よね。やっぱり行方不明事件の真相は北朝鮮による拉致なのかしら。1970年代から1980年代は、北朝鮮によって拉致された被害者が、多数存在するからな。深夜君の事件もその可能性は十分考えられるぜ。そんなあるまじきことが行われている、可能性なんて、考えたくないけど、
それからもう一つ考えられる真相としては、身内が犯人という説だ。そっちの方がもっと考えたくない可能性よ。そりゃそうなんだけど、少なくとも不審な電話が、何らかの方法で一家の事情を、知り得たものからだったということは事実だ。しかもたまたま帰省しているタイミングに、わずか数十秒の間で行方不明になっている。つまり一家の行動予定を把握していて、用意周到に準備をした上で待ち伏せをして、誘拐に及んだということ？一家を詳しく知る身内の何者かが、何らかの理由で犯行に及んだ可能性は捨てきれない。でも理由が思い当たらないわよ。両親に恨みがあったとか、可愛い子供を手元に置いておきたいとか？そうかもな。でも、犯罪者の心情は、私たちが到底想像もつかないものであることも多いんだぜ。確かにね。今、深夜くんの捜索状況はどうなっているの？両親は時が経っても変わらず、必死に深夜くんを探し続けている。母親は、あの子がいないのに楽しいことをしてはいけない、という気持ちが強く、失踪以来遊ぶことがほとんどなくなったそうだ。気持ちはわからなくもないけど、せっかくの人生なのになんだか悲しいわね。この両親の気持ちを考えると、身内の犯行という説はより両親を、苦しめることになる気がするから、考えたくないわ。現在、事件から30年以上が経過し、目撃情報は途絶えている。確かに時が経てば経つほど厳しい状況に陥っていくわよね。深夜くんは本来であれば、結婚をして、両親に孫を抱っこしてもらっているような年齢なのに、それが叶わないというのはとても悲しいわ。徳島県警のホームページには、拉致の可能性を排除できない事案に関わる方々、というタイトルで、深夜くんの情報提供を呼びかけている。もし、何か気になることがあればためらわず情報を寄せてほしいわね。ああ、何気ない情報が事件解決の糸口になることもあるからな。それから今回の事件を聞いて、やっぱり子供はいつ何時行方知らずになるか、わからないから、絶対に一瞬たりとも、目を離してはいけないと感じたわ。こういう失踪事件に限らず、幼い子供が命を落とす事件や事故は、ちょっと目を離した隙に起こることが往々にしてあるからな。ほんの一瞬、目を離した隙に、子供が突拍子もない行動を取ることって意外とあるのよね。でもだからといって、ずっと子供の手を引いて、そばに置いておくことって難しいわよ。だから手は離しても目は離さないことが大事だぜ。子供はあっという間に大きくなるから、今だけと思って、小さいうちは、いかなる時も行動を目で追うことが必要ね。さて、というわけで今回は、わずか40秒の間に姿を消した松岡信也くん行方不明事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。日本で起きた不気味すぎる行方不明事件5000。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前交番前の掲示板に、行方不明になってしまった人の写真が貼ってあったんだけど、ああいうのって結構見つかるものなのかしら？行方不明になった理由によるな。令和2年には約7万7千件もの失踪届が、警察に出されてるんだが、大半は当日か1週間以内に発見されるみたいだぞ。そうなの？そんなに簡単に見つかるってことは、事件とかではなかったってことなのかしら？失踪原因の全体の約7割が疾病関係だとされてるな。その中でも3割が認知症らしい。それ以外は家出とかも含まれてるみたいだな。そうだったのね。それなら届け出が出されている人はほとんど見つかってるわけね。確かに見つかる人も多いんだが、中には奇妙な失踪をしてしまった人たちもいるんだ。奇妙な失踪？いまいちイメージが湧かないけど。じゃあ今回は不気味すぎる行方不明事件5000について解説していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは2005年4月29日に発生した、堺でタケノコ掘り女児行方不明事件だ。タケノコを取りに行ってた女の子がいなくなっちゃったの？ああ。事件当時、堺で市の五色台ビジターセンターで、タケノコ掘りのイベントが開催されてて、幼稚園年長だった当時5歳の大西ゆうきちゃんが、母親や姉と一緒に参加してたんだ。地域でそういうイベントがあったのね。ゆうきちゃんは最初は母親や姉と共にタケノコ掘りをしてたんだが、集合時間が迫っている中で、もう一本取ってくると言い残して、竹林に走って行ってしまったんだ。これを最後にゆうきちゃんは行方不明になってしまったんだぜ。まだ5歳の女の子だし、なんとなくその時の気分で、もう少しタケノコが欲しいって思ったのかしら。ゆうきちゃんが竹林へと向かったのは13時40分頃だったんだが、その後集合時間の14時になっても戻ってこなかったんだ。この時、母親と姉は他の参加者と共に、付近を捜索したみたいなんだが、結局発見はできなかった。すぐに探し始めたとしても少なくとも20分は経過してるのよね。まだ小さい子だし、
竹林の中で迷子になってる可能性も十分考えられるわね。発見できなかったことで15時に、五色台ビジターセンターから警察に連絡が行き、15時45分頃から警察と共に付近の池や山林の捜索も行われたんだ。警察も捜索したってことは何か有力な証拠か何かが見つかりそうね。例えばどこかから足を滑らせたにしても、何か痕跡が残ってるかもしれないし、実際誰もがそう考えたと思う。警察も警察犬を使って捜索してたみたいだからな。犬なら人間には感じ取れない匂いも追跡できるし、何か見つけられそうね。それがダメだったんだ。一匹の警察犬がゆうきちゃんの持ってた、水筒の匂いを元に行方を追ってたんだが、ある場所で足を止めて動かなくなってしまったんだ。翌日に投入された4匹の警察犬も同じ場所で止まってしまったみたいなんだ。それまでは追跡できてたんでしょ？それなのにどうして急に立ち止まっちゃうのかしら。ゆうきちゃんがいなくなった竹林は車が入れない場所だ。突然匂いが消えたというのであれば、何らかの方法で匂いを消したか、あるいは犬が追跡できない方法で、ゆうきちゃんを移動させたかしか考えられないぜ。犬の嗅覚を騙す方法ってあるの？ほぼないと言ってもいい。強烈な匂いのするもので対象を包んでも、追跡できたっていう実験結果があるんだ。だからまず可能性として考えられるのは、上空へと連れ去られた説だ。上空って、まさかヘリコプターとか？いや、もしヘリで誘拐するにしても、あんなものを降下させれば当然目立ってしまう。それに空中で静止させるのも難しいしな。それじゃあどうやったっていうのよ。あくまで可能性なんだが、もしかすると大型の猛禽類である、ワシなどに連れ去られたという考え方もできるんだ。ワシって人間を連れ去ったりするの？ネット上で調べれば実際に小さい子供が、ワシに誘拐されそうになる画像などが見つかるんだ。だからもし上空へと連れて行かれたのであれば、そういったワシなどに襲われた可能性が高いんだぜ。ありえないとは言えないかもしれないけど、他にありそうな可能性はあるの？2008年12月4日に放送された、衝撃リポート世界の怪奇現象大追跡スペシャル6で超能力者のリーン・レニア氏が、大きなリュックを背負った人物が計画的犯行で、ゆうきちゃんをさらい、ゆうきちゃんは助けを呼ぼうと、声を出そうとするも胸が塞がれていて出せなかった、と投資したんだ。そして実際に当日の参加者の中に大きなリュックを、背負った人物が目撃されているんだぜ。ねえマリサ、私別にそういうのを疑いたいわけではないんだけど、それって当時の情報を知ってれば誰でも言えてしまうわよね。テレビの企画だし、レニアさんがスタッフとかから、教えられてたのかもしれないわよ。まあそこは私も何とも言えないが、このリュックの男は実際に目撃されてるし、それに竹やぶから出てきた姿も目撃されてるんだ。それに一人で行動し始めたゆうきちゃんの、その後の姿を女子中学生と男性が目撃してるんだ。つまり少なくともゆうきちゃんはその二人から、目撃された後に行方不明になったってことになるんだぜ。じゃあそのリュックの男が犯人なのかしら？ありえるだろうな。何らかの方法でゆうきちゃんの意識を奪えば、リュックの大きさ次第では中に入れて隠すこともできる。それにリュックの男が竹やぶから出てきたと話したと思うが、おそらくその男は獣道を通った可能性があるんだ。きちんと整備された道ではなく、別のルートを使ったってことね。ああ。それにもしかすると犯人は複数人の可能性があるんだ。どうして？さっき警察犬の嗅覚の強さの話をしたと思うんだが、実は同じ匂いをさせている人間が、複数人バラバラの方向に逃げると、犬が戸惑って追跡をやめるというケースがあるみたいなんだ。途中でゆうきちゃんの匂いが複数人に移って、それで警察犬が迷ったのかもしれないってこと？あくまで可能性だけどな。それに同じケースでもきちんと全員追跡できたこともあるみたいだから、単独犯の可能性も捨てきれないぜ。なんだか神隠しみたいな事件ね。一切の痕跡が見つかってないからな。だがいなくなった以上、必ず何らかの意思が介入してるのは確かだ。どうにかして見つかるのを祈るしかないぜ。とりあえず言えるのは、小さい子供は一人にしちゃいけないということね。次に紹介するのは庄山仁くん失踪事件だ。これはいつ起こったものなの？1969年2月23日に起こった事件で、長崎県佐世保市内に住んでいた、当時14歳の庄山仁くんが失踪したというものだ。そのくらいの年齢なら家でも考えられない？いや、この事件には明らかに不可解な点があるんだ。まずその日、仁くんは夕方になっても帰ってこなかったんだが、代わりに当時24歳の不審な男が家を訪ねてきたんだ。その男は仁くんが通っている学校の学生帽を持ってて、仁くんとその友人の少年に46万円もの大金の入った、ジャンパーを奪われたと庄山家の人たちに話したそうなんだ。その男の証言が事実だとするなら、仁くんは大金を奪ってどこかに逃亡したってことになるわね。ああ。
だが翌日の昼頃、ひとしくんの父親宛てに、ひとしくん直筆の手紙が届いたんだよ。いかがその内容だぜ。前略、心配かけてすみません。悪い友達に誘われて、人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は、僕の気持ちが収まるまで、病欠にしていてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。ひとし、本人の直筆だったなら本当にそうだったのかしら？霊夢少しおかしいとは思わないか？ひとしくんは当時14歳だ。この年齢で家族宛に手紙を書くときに善悪なんて言葉、わざわざ使うか？それはひとしくんの性格にもよるんじゃないかしら。それにこの手紙の名前の部分なんだが、どうやら書き損じたような跡が残ってたみたいなんだ。もしかすると直筆は直筆でも、誰かに無理やり書かされたものかもしれないんだぜ。それじゃああの不審な男によって誘拐されたかもってこと？一応その男は警察からも聴取を受けてて、嘘発見器にもかけられたようだが、特に犯人だとする証拠は見つからなかった。しかしこの男には不可解すぎる部分が多いんだ。どういう部分？まずこの男はこの事件の4ヶ月前に、少年刑務所を仮出所したばかりだったんだ。出所後はクリーニング店で働いてたみたいなんだが、そんな男が大金を持ってたのは不自然だ。本人は持ってた金を床下に埋めていたと証言したらしいが、家族はこのことを一切知らなかったようだ。怪しいわね。どこから46万円も手に入れたのかしら。他にも日曜に銀行に行って、金を下ろしてきた風を装ってたことも判明してるんだ。1969年当時は日曜に銀行の窓口は開いてなくて、しかも今みたいにコンビニで現金を下ろすこともできなかったしな。その男は初めからその日に大金を持ってる状態を、作るつもりだったってことかしら。そしてジャンパーを盗まれたって話だが、男が言うにはひとしくんと友人が側溝に落ちた。バイクを出そうとしてるところを助ける際に、ジャンパーを脱いで、その時に盗まれたらしいんだが、その証拠がどこにもないんだぜ。目撃情報がないってこと？目撃情報もそうだし、そもそもバイクが側溝に落ちたなら何らかの痕跡が、残っててもおかしくない。それなのにそういった一切の痕跡が存在しなかったんだ。だとすると、ひとしくんが大金を盗んだっていう話自体が嘘ってことになるわね。この男には怪しい点が多くて、後に記者が取材に行った際には、金の出どころか、特に言えん金というわけじゃない。言うと不利になる、ということはちょっとはあるがな。いつかは言わんならん、思うけどな、と語ってるんだ。これが嘘じゃないのなら大金自体が不正な手段で、入手されたものという可能性があるわね。ああ、記者から今話してほしいと言われると、わしは情にもろいからな。そう言われると言いたくなるんや。けど、警察のメンツが立たんものな。と返してて、さらに記者はジャンパーの中にある大金に、ひとしくんたちが気づくのはおかしいとも言ってるんだ。確かにそうよね。ジャンパーの中に大金が入ってるかどうかなんて、外からじゃ普通はわからないはずだわ。これに男はそやな。外から見えんしな。そう言われれば不思議やな。と返してるんだ。しかも当時のひとしくんの身長も自分と同じくらいと答えてるんだ。実際そうだったの？ああ。ひとしくんは同年代の子と比べても大きかったみたいで、当時は本当にその男と同じ168センチだったそうなんだ。男が何か隠してるのは確実ね。でもどうやって誘拐したのかがわからないわ。方法はわからないがこの男が関わってるのは確かだ。警察は組織的な複数犯の可能性もあると見てるみたいだが、その目的も手段も一切わかってないぜ。何か知ってるのは間違いないはずなのに、それが何なのかがわからないのが気持ち悪いわね。次に紹介するのは L8 飛行船事件だ。飛行船が行方不明になったの？いや、その乗組員が行方不明になった事件だ。まだ第二次世界大戦中だった1943年8月16日の午前6時頃、アーネスト・コーディ・チューイとチャールズ・アダムズ少尉の二人は、海岸のパトロールのために L8 飛行船に乗り込んで出発したんだ。その時代に飛行船を使うって結構時代遅れな感じがするわね。この時は日本の潜水艦が海中に潜んでる可能性があったから、こういう時代遅れな方法を取ったらしい。実際、午前7時42分に交尾注意から本部に、海面下に潜んでいる潜水艦の兆候である可能性のある疑わしい油膜を調査しているという無線が入ってるんだ。少なくともその時にはまだ行方不明になってなかったのね。というより、空の上で行方不明になるなんて、途中で飛び降りでもしない限り難しいと思うけど、その後は無線は入ってないみたいなんだが、なぜか飛行船はサンフランシスコ郊外の小さな町へと、ゆっくり降下し、送電線へと引っかかったんだ。町の方は大丈夫だったの？停電になったりはしたみたいだが、それ以外の被害はなかったらしい。ただ住民たちが飛行船を下ろして中にいる二人を助けようと、
船室を見てみると、そこには誰もいなかったみたいなんだ。でもさっきまで空を飛んでたのよね。それでいなくなってるんだとしたら、パラシュートを使ってどこかで降下したんじゃないの？それが、パラシュートも救命艇も残ったままで、船内にも特に争ったような様子はなかったらしいんだ。ラジオもエンジンも問題なく稼働してて、燃料タンクには4時間分のガスが残ってたそうだ。それじゃあどこかでパラシュートもつけずに飛び降りたってことにならない？そういうことになってしまうな。飛行船そのものに一切の問題がなかったにもかかわらず、乗組員だった二人はそこから姿を消してしまったんだぜ。不思議な事件ね。もし飛行船に何か問題が生じてて、それで焦ってパラシュートもつけずに飛び降りたなら、まだわかるんだけど、問題なく稼働してたみたいだし、二人の身に何があったのかは結局謎のままだ。失踪から1年後に二人とも死亡宣言がされてるから、これから先もずっとわからないのかもしれないな。事件が起きたのも結構昔だし、今から当時のことを調べようにも難しいかもしれないわね。次に紹介するのはアイリーン・モア島灯台森失踪事件だ。これも海外の事件なのね。この事件は1900年12月26日にイギリスのスコットランド沖にある、アイリーン・モア島の灯台にて起こったんだ。このアイリーン・モア島の周辺は海の難所として有名で、天候の悪い夜の航海には灯台の光が必要とされてたんだ。じゃあ誰かが必ずそこの灯台にいないといけないのね。ああ。この島はいわゆる絶海の孤島というやつで、当時そこにジェームズ・デュカット、ドナルド・マッカーサー、トマス・マーシャルという、3人が住み込みで働いてたんだ。食料や水は2週間おきに届けられるという状態だったんだ。住み込みで働くとなると他の人はそこにはいなかったのね。まず、1900年12月15日にヘブリディーズ諸島の沖を、航行してた貨物船アーチャー号が船の向きを変えるために、現在位置を確かめようと、灯台の光を探したんだ。しかしなぜか光はどこにも見当たらず、応答も確認されなかったんだ。そこを通る船にとっては欠かせない灯台なのに、その時にはもう機能してなかったのね。その後、12月26日には定期的に食料等を補給してた。ヘスペラス号が島に到着し、船長のジム・ハービーが、汽笛と大砲の音で灯台に呼びかけたんだが、この時にも何の応答もなかったんだ。そこで船員たちがボートに乗って灯台に向かってみると、灯台の中は綺麗な状態で灯台のランプにも、何の異常もなかったらしい。しかしなぜか3人の姿だけがどこにも見当たらなかったんだ。何があったのかしら？そもそもその3人がいついなくなったのかもわからないわね。それがある程度はわかってるんだ。現場には日誌が残されてて、そこに書かれていた記述を事実とするなら、少なくとも15日には誰かが残ってたはずなんだ。あれ？15日って確か最初に応答がなかった日よね？ああ。つまり何があったのかは不明だが、15日の夜にはすでに3人ともいなくなっていた可能性があるぜ。その日誌には何か目立ったことは書かれてなかったの？まず12月12日には、北西から暴風、すべて順調、デュカットが起こりっぽい、と書かれてて、12月13日には、相変わらずの暴風、デュカットはとても静か、マッカーサーは祈りを捧げている、と書かれてる。そして12月15日には、嵐が静まった、神はどこにでもいる、と書かれてたんだ。それ以降の記述は確認されてないんだぜ。それならそこに書いてある通りじゃないの。暴風に襲われて、何かの作業中に風に足を取られて海に転落したのよ。3人一緒にっていうのは珍しいかもしれないけど、可能性としてはゼロではないでしょ？いやそれが、どうやら12日と13日に、嵐や暴風があったっていう事実は確認されてないみたいなんだ。つまりそもそも、そんなことは起こってない可能性が高いんだ。そうなの？それに日誌の記述を見てくれるとわかると思うんだが、内容がちょっとおかしくないか？まるでトマス・マーシャルが残りの二人のことを、監視してるみたいな書き方をしてるだろ？確かに、すべて順調の部分は仕事のことだってわかるけど、二人の様子をわざわざ書く必要なんて、ないような気がするわね。それに最後の、嵐が静まった。神はどこにでもいる。っていうのも気になるわ。霊夢がさっき言ってたように、三人とも足を滑らせて海に落ちたっていうのも、もちろんあり得ると思う。ただ、この日誌の不自然さを見ると、もしかしたら誰かが何らかの理由で正気を失ってしまい、殺人が起きたという可能性もあると思うんだ。でも灯台の中は綺麗だったんでしょ？ああ。それに突堤にはロープやライフベルトも残されてたし、緊急用のボートも残されてた。争いがあった形跡すら残ってない。だが場所が場所だ。誰にもバレずに海に突き落とすこと自体は可能だぜ。考えすぎだとは思うけど、不思議な失踪事件ね。そうだな。この事件はその奇妙さからバニシングっていう映画にもなってて、それほど注目を集めた事件でもあったんだ。
争った痕跡もないのに3人の東大森が失踪したわけだし、言い方は悪いけどかなり注目を集めやすい事件ではあるわね。最後に紹介するのはアンギクニコイヌイット村人集団失踪事件だ。集団失踪事件ってことはいなくなったのは一人じゃないのね。ああ、1930年11月、吹雪に襲われた毛川漁師のジョー・ラベル氏は、カナダのヌナブト準州アンギクニコ付近の、イヌイットの村へ避難しようと立ち寄ったんだ。そこには当然イヌイットの人たちが住んでたはずなんだが、なぜか誰の姿も確認できなかったんだ。本来、その村にはどのくらいの人数が住んでいたの？この村の正確な人数は分かってないんだが、少なくとも30人ほどは住んでたらしいんだ。ただこの辺の情報にはばらつきがあって、1200人は住んでたという話もあるんだぜ。かなり幅が広いわね。でも村中の人間が全員いなくなってたのは事実なのね。そうだ。ラベル氏は村中を探し回ったんだが誰一人いなかったんだ。それに、村には不可解な部分があったんだ。不可解な部分？まず、まだ火にかけられたままで食べかけの鍋が、そのまま放置されてたんだ。中身は焦げてしまってたみたいだが、まだ火が燃えていたということは、そこまで長時間は経ってないってことになるよな。そうよね。村人全員でどこかに移動しないといけないことでもあったのかしら？さっき説明した状況的にはそう思うだろうが、実はまだおかしい部分がある。外の木には数十頭の犬が繋がれてたんだが、全部餓死してたんだ。しかも、イヌイットの人たちが暮らしていく上で、欠かせない装備であるライフル銃も、寒さをしのぐアザラシの毛皮の上着も、全部村に残されたままだったんだ。それは確かに変ね。犬が餓死してるってことは長期間餌をもらってないってことだけど、イヌイットの人たちにとってはソリを引いてくれる犬は、大事な存在のはずよね。でも食料がないのかと思ったら、火にくべられたままの鍋はあるみたいだし、しかも火薬も残されてたみたいだからな。イヌイットの人たちにとってはどれも重要なものが、全部村に残されてるにもかかわらず、全員が姿を消してしまったんだ。その後の細かい調査はされてるの？ああ、通報を受けたカナダ王室騎馬警察隊によって、調査が行われたんだが、結局村人一人も発見できなかったんだ。ただ奇妙な点があって、数個の墓が掘り起こされてるのが発見されてるんだ。お墓が掘り起こされてたの？しかも掘り起こされたのはどれも最近みたいだったんだ。さらに墓石は墓地の両脇に綺麗に積まれてたらしい。そして最も奇妙なのが、中に埋葬されてたはずの遺体が、どこにも見当たらなかったという部分だ。てっきり誰かからの襲撃を受けて全員がどこかに逃げて、しばらくその襲撃者が村に住み着いてたのかなと思ったんだけど、だとしたら遺体を持ち出すのは謎ね。正直不可解な点が多すぎる事件なんだが、実は警察隊が調査の際に立ち寄った漁師の家で、夜更けに光る飛行隊がアンギクニコの方向へ、飛んで行ったという話を聞いてるんだ。いやいや、まさか宇宙人にアブダクションされたって言いたいの？あんまり現実的ではない説ではあるんだが、誰かがつい最近まで住んでた痕跡があって、それにもかかわらず犬が餓死してて、さらに遺体が盗まれてるとなると、もしかしたらと思ってしまうぜ。まあ、確かにこの事件だけ変な部分が多すぎるものね。これまでのはなんとなく推理することはできたけど、この事件に関する現実的な説が思い浮かばないわ。結局どういう経緯で全員失踪したのかは、未だに分かってないんだが、当時二度も捜索が行われたということから考えても、この事件はもう未解決のままかもしれないな。ラベル氏が到着する少し前までに、誰かがいたのかもしれないと考えると、少し怖い事件ね。以上が不気味すぎる行方不明事件5000だ。どうだった？事件が起こった現場も状況も何もかも違うのに、どの事件も未だに解決してないっていうのがすごく不気味に感じたわ。もちろん今回紹介したものは氷山の一角に過ぎないんだ。まだ未解決のまま行方不明になってる人たちはたくさんいるぜ。そうね。明らかに誘拐らしきものもあれば、原因不明の失踪をしてる人もいるでしょうし、被害者家族の方々の立場に立って考えると気が気じゃないわ。私たちにできることはそこまで多くはないが、もし何かを知ってるのであれば情報提供をすれば、役に立てるかもしれないぜ。もちろん嘘はダメだけどな。一つでも多くの行方不明事件が解決することを祈るばかりだわ。というわけで、今回は、不気味すぎる行方不明事件5000について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。閲覧注意。ゴミ箱から出てきたのは、第一発見者も腰を抜かした、井の頭公園バラバラ殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、霊夢は井の頭公園に行ったことはあるか？ほんと突然だね。井の頭公園には行ったことあるわ。
都会の喧騒を忘れてリフレッシュできるいいところだよな。東京とは思えない自然豊かな場所だよね。そんな心が休まるような穏やかな公園だけど、そこで数十年前に、日本で一番闇深いと言われている事件が起きたことを知っているか？噂には聞いたことあるけど、怖いから調べないようにしてたわ。日本に残る未解決事件の一つで、現在はもう時効となって謎を残したまま終わった事件だ。未解決ってことは、犯人はまだどこかに潜んでいるかもしれないってこと？その可能性もゼロではないな。この事件にはいろいろと諸説があって、時効になってからもいろんな有力情報が出てきたし、まだまだ多くの人たちの考察がネット上に溢れ返っている状況だ。どれが真実なのか全然わからないってことね。この事件について解説するから、霊夢なりの考えを聞いてみたいぜ。わかったわ。じゃあちゃんと説明してね。それじゃ今日は、東京都三鷹市で起きた、井の頭公園バラバラ殺人事件を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件名からして相当恐ろしい事件だったってことはわかるわね。そう、その名前の通りバラバラにされた人の死体が見つかったんだ。井の頭公園で、ゴミ箱の中にあったポリ袋をたまたま開けたという清掃員が第一発見者だ。たまたま開けたって、清掃員はどうしてポリ袋を開けたりしたの？本人は猫の餌を探すために、偶然そのポリ袋を開けたって言ってるんだ。偶然ね。何か違和感はあるけど、続けて。それでそのポリ袋には人間の足首が入っていて、通報して駆けつけた警察官たちが公園内全体を捜索したところ、公園内の7カ所のゴミ箱から切断された人体の一部が見つかったんだ。7カ所もあったんだったら、清掃員はピンポイントで見つけたってことじゃないんだね。そうだな。全部で27個もの切断された身体の一部が見つかったみたいだから、清掃員が見つけなくてもいずれ誰かが発見していたはずだ。清掃員が犯人だという線は弱まったわね。発見された手足は長さがおよそ22センチ、太さが20センチ以下で正確に切り分けられていたんだ。切り口からして電動ノコギリのようなもので切ったらしいぜ。手慣れているわね。どうして22センチに揃えられていたのかな？何か理由がありそうね。いい質問だぜ。井の頭公園に設置されていたゴミ箱は投入口が円形になっていて、そこから引っかからずに入る奥行きが22センチだったんだ。犯人はそのことをあらかじめ調べておいてから切断していったんだな。犯人は徹底してやっていたんだね。そうなんだ。血抜きが綺麗にされていて、手足の指紋もほとんど全て削ぎ取られていたんだぜ。解剖医もびっくりするくらいの処理の仕方だって言うんだ。恐ろしい。血抜きってそんな簡単にできることなの？医学的な知識は必要なんだ。一般人がそう簡単にできるような作業じゃないみたいだぜ。犯人には医学的な知識を持っていた可能性があるわね。殺され方も普通の人では考えられないような方法だったの？それが死因特定につながる人体の部分が一つも見つからなかったんだ。被害者の手と足は発見されたんだけど、首から上と身体の中身は発見できなかったって言うんだ。プロの仕業みたいだわ。それで証拠は一切残っていなかったの？指紋がわずかだけど残っていて、それと DNA の2つを元に調査し、被害者は公園周辺に住んでいた、35歳の一級建築士の男性だっていうことがわかったんだ。完全には隠滅できていなかったのね。その男性は普段からトラブルが多い人だったの？知人や近隣住民に聞いたところ、その被害者は穏やかな性格で、事件に巻き込まれるような要因は考えられないって言うんだ。じゃあどうしてそんな事件に発展したのか不思議ね。誰かの目撃情報があってもおかしくないと思うんだけど。それじゃあ次は様々な人たちからの目撃情報について話していくぜ。まず1994年1月21日、被害者は同僚と飲んでいて、深夜0時頃にその同僚と別れて帰宅したんだ。だからその同僚が被害者を見た最後の目撃人物ってことになるんだ。それじゃあ事件があったのは、深夜の時間帯だったかもしれないってことね。そうだな。またその時間帯には、被害者の自宅付近で二人組の若い男が、男性一人を暴行していたっていう目撃情報もあるんだ。え？それめっちゃ怪しいわね。その目撃者に話を聞くと、暴行されていた男は被害男性に似ているって言うんだ。じゃあもしかしたらその二人組が犯人の可能性があるかもね。断定はできないけど、そうかもしれないな。また、遺体が発見された当日の23日午前4時頃には、公園付近のコンビニでポリ袋を、100枚近く買っていく二人組の姿が目撃されているんだ。怪しいわね。ポリ袋100枚なんて、よっぽどの買いだめ癖がある人じゃないと買わないわよね。同じ時間帯には公園内をポリ袋を持って歩く不審な二人組も目撃されていることから、犯人は二人組なんじゃないかって噂があるんだ。目撃情報で共通しているのは二人組の男性ってことね。また、被害男性が同僚と別れてすぐに、公園付近でドンという大きな音が聞こえたっていう人もいたんだ。何それ事件と何か関係があるの？公園付近で事故を起こした犯人が、発覚を恐れて被害男性を殺害した可能性もあるぜ。たまたまにしてはおかしいと思えるくらい、公園付近ではいろんな目撃情報や出来事が起きていたんだ。それなのに未だに犯人がどういう人なのかっていう、
決定的な証拠が見つかっていないって本当に謎が多い事件ね。霊夢の言う通りだぜ。これだけの情報がありながらも、結局犯人を見つけることができなかったっていうことが不思議でならないな。日本一の闇深い事件と言われているのも納得がいくわ。そうだな。じゃあ次はそんな日本一闇深いと言われた、井の頭公園バラバラ事件後の、マスコミの報道について説明するぜ。当時も異例の事件だと騒がれていて、マスコミの注目も集めてたくさん報道されていたんだけど、事件の3日後にある事故が起きたことにより、世間の目はそっちに向いてしまったんだ。え？何の事故？中華航空140便墜落事故だ。名古屋空港で264人もの死者を出した事故だぜ。マスコミがこの事故について集中報道したことによって、井の頭公園バラバラ殺人事件に関する報道が一気に少なくなったんだ。立て続けにこういうことが起きると頭がおかしくなるわ。それからは新しい発見もなく、世間は関心を失ってしまい、みんな事件のことを忘れていってしまったんだ。1995年1月17日には阪神淡路大震災も起きたしな。当時って後世にも名を残すほどの大きな事件や事故が多発していたわね。そういえばそれくらいの頃にあの事件も起きてなかったっけ？地下鉄サリン事件だな。阪神淡路大震災から2ヶ月後のことだ。地下鉄サリン事件が起きてからというもの、捜査員はその事件に招集されてしまい、井の頭公園バラバラ殺人事件を担当した捜査本部は解散となってしまったんだ。じゃあ誰が捜査をやってたの？三鷹署が単独でやっていたんだ。でもその後も捜査を継続していたんだけど、犯人に繋がる有力な手がかりは見つかることなく終わったんだ。最初でも言ってたけど、そのまま何の進展もなく時効になって終わってしまったってこと？そうなんだ。2009年4月23日に時効となって終わってしまったんだ。15年経って未解決のまま終わってしまったんだね。被害者家族のことを考えたら胸が痛むわ。そうだな。だから井の頭公園バラバラ殺人事件も踏まえて、この事件が時効になった1年後、凶悪重大犯罪未解決事件の時効は撤廃になったんだ。そうなんだ。でも井の頭公園バラバラ事件はもう捜査できないんだね。残念ながらそうなんだ。でも今後はこのような凶悪事件が起きた場合、どれだけ時間が経過しても、犯人が生きていれば処罰できるようになったんだ。残された人たちのことを考えるとそれが一番だよね。そうだな。でもそんな井の頭公園バラバラ殺人事件は、時効になって迷宮入りとなってしまったんだけど、時効の成立後に進展があったんだ。何それ気になる。じゃあ次は井の頭公園バラバラ殺人事件の、その後の進展について紹介するぜ。ずっと進展がなかったみたいだけど、どんな情報が出てきたの？時効から6年後に、ある国のスパイに間違いで殺されたんじゃないかっていう話が出てきたんだ。間違い？それはひどいわ。当時被害者の家の近くに住んでいた、被害者によく似た男が屋台を営んでいて、その男が別の屋台を営んでいた外国人とトラブルを抱えていたとのことだぜ。その外国人の母国のスパイに殺されたってこと？断定はできないけどな。それでその屋台を営む男が、関西系の団体の力を借りて屋台の外国人を追い払おうと考えたんだ。関西系の団体って怖い。もしかしたらその外国人が母国のスパイで、圧力をかけられたことから屋台を営む男が監視されてしまったのかもしれない。それで間違って殺してしまうの？その可能性はあるな。もしかするとやった本人たちも間違いだったと気づいていない可能性もあるんだ。警察でもわからなかったんだから。じゃあこれはどうやって判明したことなの？屋台を営む男がテレビのニュースでこの事件を知って、自分と勘違いしているんだろうって思ったんだ。それをマスコミに暴露したんだろうな。被害者がかわいそうすぎるわ。まあでもそれは一つの説に過ぎないんだ。他にもいろいろと諸説がある。今度はそれらを紹介していくぜ。まずは当時、最盛期だったオウム真理教関連の諸説だ。地下鉄サリン事件はその翌年だよね。その時からもうすでに何か動いていたってこと？そういうことだ。みんながオウム真理教が関わっていると考えるのにはちゃんとした理由があるんだ。どんな理由？まずは被害者の死体の処理の仕方が慣れていたことだ。それとオウム真理教はつながりはあるの？あるぜ。司法解剖をした担当の解剖医は、さっきも言った通り、医学的な知識を持っている人じゃないとできないと言っていたんだ。そしてそんなことができる人間は限られていると。うん、聞いたよ。もしかしてオウム真理教は医学をかじっていたの？霊夢、いい線言ってるな。そう、オウムは当時、医院を運営していたんだ。その名がオウム真理教附属医院だ。そんなの聞いたことないわ。あまり知られていないからだな。1990年に設立された医療機関で、内外科、神経科、整形外科、産婦人科など幅広く行っていたんだ。だとしたら医学の知識は十分すぎるほどあるってことね。そういうことだな。そして当時の解剖医も、これほど緻密で異常な遺体処理をした例は犯罪史上では見たことない。何か宗教的な背景があるグループであるとしか考えられないとまで言っているんだ。そこまで言及しているのなら、もうオウム真理教が関わっているって言っているようなもんじゃない。まあでもその解剖医は容疑者の名言を避けているみたいだし、
被害者の性格からしても、オウム真理教に入会するような人には思えないという点から、確証が持てていないんだ。被害者の知人たちも被害者は、トラブルに巻き込まれるような人じゃないって、言ってることだし繋がりはなさそうだね。でもオウム真理教について、別の視点から考えると関係していた可能性があるんだ。別の視点？例えばその当時、オウム真理教は最盛期だったから信者がたくさんいたんだ。その中でオウム真理教に違和感を感じた信者がいたとして、脱会を図っていたとする。そしたらその人は追われるってこと？そういうことだ。粛清しようとした教団が間違って今回の被害者を殺してしまったんだ。実は別の人だったというのに。さっきの屋台を営んでる男性と同じ感じね。オウム真理教の最盛期だったからそれだけ人気だったのはわかるけど、何人かは脱会を図った人がいてもおかしくないんだ。実際とんでもない凶悪な事件を巻き起こしたからね。早い段階で気づいて逃げ出した人もいそうね。そうなってくると、一概に関係ないとも言えないんだ。間接的に関わってしまったというわけね。そういうこと。これがオウム真理教が関与しているという説だ。確信は持てないけど、可能性はあるわね。他にも被害者本人に裏の顔があったんじゃないかって説もあるんだ。裏の顔？普段は穏やかだけど実は違ったってこと？そうなんだ。被害者は周囲からの評判が良かったんだけど、裏で何かをやっていた可能性があるんだ。どうしてそう言えるの？被害者は仕事終わりに高田馬場で同僚と飲んで、それから山手線に乗って新宿まで移動、そこで同僚と別れているんだ。それの何がおかしいの？被害者の自宅は吉祥寺駅から歩いて10分ほどのところにあって、地下鉄東西線だと1本で帰宅できるんだ。しかもそれは午前0時頃のことだ。そしたら終電もなくなってるわね。どうしてわざわざ新宿に向かったんだろう？被害者の妻は事件後に、警察から主人が仕事帰りによく通うところがあるか尋ねたみたいだけど、妻はないはずだと言っていたんだ。奥さんに隠して裏で何かやっていた可能性があるってことね。また同僚によると、被害者を職場から家に送っている際に、途中で何度か下車したことがあったらしいんだ。何それ？何のために？今となってはそれはもう本人しかわからないんだ。被害者の妻もその事実について知っていなかったんだぜ。何か秘密がありそうだね。でももうわからずじまいか。あと、一級建築士だった被害者は、耐震偽装問題に関与していた建設会社に関連する仕事も請け負っていたんだ。耐震偽装問題？事件から10年後のことなんだけど、そのつながりがあった会社は、耐震偽装が明るみになって問題になったっていう事実があるんだ。ということはその問題に何かしら関係していたってこと？その可能性もあるんだ。もしかしたら被害者はその耐震偽装問題に巻き込まれていて、隠蔽するために殺害されたとか、そういうこともあり得るんだぜ。いろんな諸説があるのね。この説のどれかに真相があるかもしれないってことね。そういうことだ。はたまた全く違った事実が隠されている可能性だってあるんだぜ。事件発生からもうかなり時が過ぎたから、どこかにあったはずの証拠も今じゃもうなくなっているんだろうな。事件の話はこれで終わりだな。いろんな説があって謎はまだ解明されていないままだけど、この事件について霊夢はどう考えた？一番はやっぱりすごく怖いって思ったわ。だって犯人が今もどこかで生活をしているってこともあり得るからね。そうだな。近くに住んでいる可能性だってあるんだぜ。あとはやっぱり真相がどれなのかが気になるわね。私の見解だと、交通事故で被害者を引いてしまった犯人が、事故を隠すために証拠隠滅をしたっていう線が一番怪しいと思うんだけどね。被害者が同僚と別れた時間帯に大きな音を聞いた人がいたからな。その音の原因が何だったのかが気になるところだな。もう難しいことかもしれないけど、被害者家族のためにも、この事件の真相がいつか明るみになってほしいわ。今回の話はどうだった？何か手足をバラバラにしたり、血を抜いたりって話を聞いててこれが現実なのかどうかわからなくなってたわ。普通の会話じゃないからな。みんなも夜中に一人で出歩いたりするときは、常に注意を払うようにね。みんなの近くに、この事件の犯人が潜んでいる可能性があるからな。もう怖くて外出れないわ。というわけで今回は井の頭公園バラバラ殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。警察の隠蔽によって迷宮入り。許されない事件、富山市会社役員夫婦放火殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ごく稀に犯人を捕まえる側のはずの警察が、事件を起こしてしまうことがあるわよね。ああ、警察といっても人間だからな。そういうやつもいる。ただ、当初犯人だと思われてた警察官が、実は真犯人じゃなかったと判明したことで、未解決になった事件もあるんだ。犯人だと思われてたのに犯人じゃなかったってこと？ああ。じゃあ今回は、富山市会社役員夫婦放火殺人事件、について、解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件が起こったのは2010年4月20日午後0時20分頃で、
富山県富山市大泉にある3階建ての SK ビルの2階部分から、火災が発生し、焼け跡の寝室から79歳男性と74歳女性の夫婦の遺体が発見されたというものだ。それじゃあ放火によって殺害されたってことなのかしら？いや、この事件で亡くなったのは福田三郎さんと福田信子さん夫妻なんだが、二人の首には絞められたような跡が残ってたそうなんだ。じゃあ死因は絞殺で、火は二人が殺害された後につけられたものなのね。ああ、殺害した後に灯油を撒いて放火したらしい。被害者である三郎さんは不動産業などの複数の事業を手掛けてて、数年前に SK ビルを買い取って夫婦二人で暮らしてたそうだ。この段階では警察は犯人の目星はついてたの？いや、この段階ではまだわからなかったらしい。ただ、2010年6月に週刊文春に対して CDR と、一枚の手書き現場見取り図が送付されたことで大きな動きを見せたんだ。その CD には何が入ってたの？2012年8月1日に県警が差し押さえ令状を出したことで、回収した CDR の内容が確認されたんだが、中には犯人らしき人物によって動機や困窮した現状について記されてたそうなんだ。まさか犯人が送ってきたものなの？そうじゃないかと考えられたんだ。そしてそこには、格差社会の歪みにはまり、憎悪を増幅させてしまった経緯について手記として書き記したい。私の生活は困窮している。私のやり遂げなければならないことにも、お金がかかる、などと書かれてたそうだ。つまり犯人としてはこの事件に関する情報を、文春にだけ話すから、それ相応の報酬が欲しいって言ってるのね。ああ、これだけならただのいたずらとも取れるんだが、もう一つの見取り図の方が問題になったんだ。現場の見取り図って話だけど、行ったことがある人なら誰でも書けるんじゃないの？確かにただの見取り図なら誰でも書けてしまう。だがその見取り図には現場で亡くなってた福田夫妻の遺体の位置や向きまで正確に記載されてたんだ。確かにそれだとおかしいわね。普通そういう情報って警察とか事件の関係者じゃないと知り得ない情報のはずだわ。だから警察はこれを送ってきたのが事件に何らかの形で関わってる人物だと考えたんだ。そしてその結果、富山県警の当時54歳だったある警察官が逮捕されることになった。その人が送ったものだったの？どうやら CDR を解析する過程で、文書作成者として、被害者の知人だった警察官の名前がローマ字で残されてたみたいなんだ。それじゃあ本当にその警察官がこの事件に関わってたってことかしら？こうして逮捕されたその警察官だが、彼はいくつもの罪状で何度も逮捕されることになったんだ。え？でも仮に犯人じゃないとしても守秘義務違反とかそのあたりじゃないの？確かに2012年10月31日に地方公務員法違反で逮捕されたんだが、11月21日に別の捜査情報の漏洩もしてたとして、さらに地方公務員法違反で再逮捕されたんだ。さらに12月22日には今回の事件の犯人として、殺人及び現住建造物等放火と死体損壊の疑いで逮捕されてるんだ。でも最初に話してたけど、この事件に関しては、犯人じゃなかったんでしょ？詳細は後で話すが、少なくとも殺人と放火に関しては違ってた。ただこの警察官は2012年の捜査によって2008年7月13日に、富山市の親族宅に侵入して財布を盗み、16日には別の親族宅で金庫を壊して、数十万円相当の金塊と現金十数万円を盗んだ容疑が浮上してるんだ。もしそれが事実だとするととんでもない警察官ね。でもまだ疑惑の段階だったんでしょ？現行犯じゃないから確実にやったとは言い難いが、窃盗現場にその警察官が普段使用してる懐中電灯が落ちてたみたいだから、かなり怪しいけどな。なんだかいろんな容疑がかかってるけど、結局その警察官はどこまで関与してたのよ。まず最後の窃盗に関しては親族からの告訴がなかったため、不起訴になった。問題の本件の容疑については当初は容認してたそうだが、後に否認し始めたらしい。犯人が言い分を変えるっていうのはよくあることだけど、実際この警察官の言ってることはどこまで本当だったのかしら。じゃあここでその警察官がもし犯人だった場合に、生じる疑問点について話していこう。何か引っかかる点があったの？ああ、まず容疑者となった警察官は週刊文春へ送った CDR の作成時期について、6月上旬って供述してるんだが、実際の記録は5月12日だったんだ。つまり1ヶ月のズレが存在することになる。でもそれなら別に作った時期を忘れてしまったってことでも納得できるわよ。まだまだあるんだ。今話した文春へ送った CDR の作成時期に記録されている5月12日っていう日付なんだが、警察官はこの日、当時の所属だった高岡警察所有地管理課で勤務しててアリバイがあったんだ。
人目を盗んでこういう文章を作るのは難しいかもしれないわね。アリバイがあるってことは署にいた人たちが目撃してるってことでしょうし。次に、CDR の文書ソフトのバージョンが警察官が使用したと説明した。ノートパソコンの設定と異なってたって点だ。設定はいじってしまえるから何とも言えないけど、そういったことをすれば記録が残るでしょうから、多分本当に別のパソコンで作られた感じかしら。それどころかそもそも警察官のノートパソコンに、CDR に絡む文章を作成した痕跡が存在しなかったんだ。パソコンは絶対に履歴が残るし、警察の捜査でもそれが出なかったってことは、少なくともそのパソコンで作られたものではなさそうね。それと警察官は、夫婦の首を紐で絞めた、と供述してたんだが、法医学者の一部からは手で絞めた扼殺の可能性が、指摘されてるんだ。なんとなく考察だから凶器を使ったのかと思ってたけど、確かに手で絞めたなら違った痕跡が残るわよね。ああ。しかも犯行に使ったとした凶器や盗んだ財布を川に捨てたと、供述してたんだが、これもどれだけ捜索しても発見できなかったらしい。これに関しては別の場所に捨ててる可能性もあるけど、何かカメラに映ってたりはしてなかったの？いや、警察官が事件前後に通ったらしい道路の防犯カメラにも、映ってなかったんだ。カメラにも映ってなかったとなると、本当に殺人と放火はやってない可能性があるわね。それに動機についてもおかしい部分があったんだ。本人は動機について、30年以上前からの付き合いの積み重ねでやった。親の恨みが子供に引き継がれることもある。って、供述したそうなんだが、この証言の裏付けが取れなかったんだ。親同士に何かがあってそれが原因で、事件を起こしたみたいに言ってたのね。以上のことだけでも本当にその警察官が犯人なのか、どうか疑わしくなるが、2013年5月の処分保留以降、自分がやったのかわからない、って言い出したそうなんだ。つまり供述が以前よりも曖昧になった。たまに冤罪なのに警察からの質問がきつすぎて、自分がやったって言ってしまう人もいるし、もしかしてそれだったのかしら。なぜ彼が自分のやったこととして話したのかは不明だが、CDR に文書作成者の名前として記録が残ってたのを見るに、少なくともこの事件の犯人はこの警察官のことを知ってたってことになるかもな。この警察官は捜査情報を漏らしてたみたいだし、真犯人に何らかの目的で現場の見取り図の情報を流したのかしら。警察官がなぜ捜査情報を漏らしたのかについては、この後に話すが、少なくとも彼は知人に捜査情報を漏らした。地方公務員法違反で2012年12月7日に起訴されてるんだ。じゃあ情報漏洩を起こしてたっていう容疑については、ほぼ確定と言ってもいいのかしら。判決が出た以上はそういうことになる。警察官に下された判決は懲役1年執行猶予4年の刑で、2012年7月25日に言い渡された。守秘義務違反も大問題ではあるけど、さすがにそこまで重い罪にはならなかったのね。確かに執行猶予もついてるし判決は軽めかもしれないが、2013年3月25日で懲戒免職になってるんだ。警察としては色々と疑惑のある人物だし、自分たちのところに置いておこうとは思えないわよね。こうして犯人不明の状態になってしまったこの事件だが、ここで警察官本人じゃなくその他の部分で疑問となる点について話していこう。さっき警察官の供述が嘘ばかりだったのが判明したけど、まだ何かおかしな点があるの？ああ、なぜ逮捕された警察官が情報漏洩をしてたかなんだが、どうやら借金まみれだったらしいんだ。それが関係してるんじゃないかと言われてる。警察の捜査情報が欲しい人ってたくさんいるでしょうし、それが手に入るなら多額のお金を払う人もいるでしょうね。そうだ。警察官が警部補の役職についてたらしいんだが、その立場を利用して薬物捜査の資料を横流ししてたみたいなんだ。それがもう一つの情報漏洩なのね。じゃあ今回の事件でもお金目的で横流ししたのかしら。そこなんだ。情報漏洩なんて方法で小銭を稼いでた人物が、わざわざ人を殺してまで金を盗むとは考えにくいんだ。確かにそうね。殺人はリスクが大きすぎるし、それならそうやって情報の横流しを続けてた方が罪も軽いし簡単に稼げるわね。それに犯行が行われた時間や方法も疑問点として挙げられるんだ。ちょうどお昼時だったのよね。ああ。しかも現場となった SK ビルは駅や商業施設の近くに建ってる建物なんだ。もし最初から殺害が目的ならもっと人通りが少ない時間を狙うんじゃないかって言われてるんだ。わざわざ目撃者が出るかもしれない時間帯にやるなんて、リスキーすぎるわよね。それに殺害方法も手を使った扼殺だと言われてる。いくら相手が老人だとはいえ、素手で二人も殺そうと思ったら、凶器の一つでも用意するんじゃないかという意見がある。それこそ殺害が目的なら刃物とかを使った方が確実だしね。
じゃあもしかして犯人は最初は殺害目的じゃなくて、何かの拍子に殺害に至ったって感じなのかしら。そこはわからないが、不可解な点としてそういうのが挙げられてる。それに容疑者として一度捕まった警察官だが、どうやら彼は事件発覚から約3ヶ月後に睡眠薬を使って、自殺を図ったみたいなんだ。そうだったの？でもどうしてそんなことしたのかしら。彼は殺人と放火に関しては犯人じゃないのよね？ああ。この自殺未遂の理由も判明はしてないんだが、彼と福田夫妻が数十年来の付き合いなのが、関係してるかもしれないと言われてる。知り合いだったの？どういった関係性だったのかは定かじゃないんだが、彼が自殺を図ったのは自責の念に駆られてじゃないか。っていう説がネット上にはある。どういうこと？何らかの理由で SK ビルや福田夫妻に関する情報を、犯人に横流しした結果、数十年来の付き合いがある。知り合いを死なせてしまった後悔からじゃないかとその説では語られてる。でもそうだとすると、警察官がその犯人をかばってることにならない？もちろん真実を話せば情報漏洩をしてたことはバレるけど、自分が犯人だって供述する理由にはならない気がするのよ。もちろんあくまで一説だから警察官が何を考えてそうしたのかはわからない。ただ犯人はその警察官がよく知る人物なんじゃないか、とは言われてるぜ。現場の見取り図を完璧に知ってて、警察官の名前も知ってる人物ってことだものね。普通は警察官の名前なんて知らないもの。こうして未だに犯人の特定に繋がってないこの事件だが、現在捜査を進めるために懸賞金制度が導入されてるんだ。現場に証拠らしいものもなくて監視カメラにも有力な情報が残ってなかったみたいだし、あとは何か見た人がいないかを探すしかないしね。ああ。だから捜査特別報奨金上限の500万円が警察から出ることになってる。お金がもらえるとなれば精度の高い情報が入ってきそうね。さらにそれだけでなく、富山市大泉地内の殺人放火事件捜査に協力する会から、謝礼金500万円も支払われることになってるんだ。つまりもし犯人逮捕につながる有力な情報を提供した人には、合計で1000万円が支払われることになる。相当な金額が動くことになるのね。それでこの制度が導入されてから何か有力な情報は手に入ったりしたの？捜査状況がわからないから何とも言えないが、少なくとも私が調べた範囲では、特にそういった情報は入ってきてないらしい。でもそういうのが入ってきてないにしても、捜査自体はされてるんでしょ？もちろんされてるぜ。ただ犯人特定のためには、そこに繋がる新たな証拠が必要になるらしくて、それが見つかってない現段階ではかなりハードルが高い捜査になってるそうだ。もし私たちが何か役立つ情報を持ってたりしたらどうすればいいのかしら。その場合は富山県警のホームページから情報提供フォームに行けるから、そこから提供ができるぞ。文春に送られてきた CDR に記録されてた。文章や一緒に送付された見取り図もそこで確認可能だ。ちゃんと事件を詳しく知らない人でも何があったのかがわかるようにしてあるのね。それだけ色々と公開されてるなら、どういう情報を提供すればいいのかもわかりやすくていいわね。以上が、富山市会社役員夫婦放火殺人事件、だ。白昼堂々行われた犯行なのに目撃情報もカメラ映像にも、何も有力な証拠がないのが厄介ね。それに加えて当初犯人だとして逮捕された警察官も情報漏洩は、実際にやってたわけだから、文春に送られてきたものが、どこまで信用していいものなのかわからないのも厄介なポイントだ。捜査情報を手に入れさえすれば誰にでもかけてしまうものだものね。痕跡が少なくて未解決になってしまったこの事件だが、有力な情報が入って事件解決に至ることを願ってるぜ。どうして福田さんたちが殺害されてしまったのかも解明されてほしいしね。というわけで、今回は、富山市会社役員夫婦放火殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。相次ぐバス置き去り事故。保育園側の対応が露骨に。福岡バス閉じ込め事故。どうもゆっくり霊夢です。どうもゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近子供が、犠牲になるような事件や事故が多くない？ああ、最近特に印象に残っているのは、幼稚園のバス閉じ込め事故だな。あの会見、ひどかったわよね。子供一人が亡くなっているというのに、幼稚園側の態度に誠実さが全くなくて SNS で炎上してたわよ。あれはひどすぎて見ていられなかったな。それに、過去にも幼稚園バスの閉じ込めで、子供が死亡した事件が起こっているんだから、いい加減教訓を得てほしいところだぜ。え、過去にもそんな事故があったの？ああ、ということで、今回は、福岡園児バス閉じ込め事件、について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあまずは事件概要から詳しく解説していくぜ。
事故があったのは2021年の7月29日。場所は福岡県中間市の私立双葉保育園だ。双葉保育園の周りは住宅街で、中間市は、人口に比べて保育園の数が少ない地域だぜ。そして双葉保育園は最大140人の児童が入園できる、いわゆる、マンモス園、だったんだ。比較的児童の多い保育園で事件は起きたのね。ああ、で、今回の事件の犠牲となってしまったのは、当時5歳だった倉掛冬馬くん。事件当日の2021年7月29日の朝に、冬馬くんはいつも通り送迎バスに乗って、保育園に向かう姿が確認されている。姿が確認されていると言っても、おはようございます、よろしくお願いします。こう言って挨拶して、バスに乗った姿がしっかり目撃されているぜ。送迎バスを運転していた園長も、このことはしっかりと認識しているな。じゃあ確実にバスには乗ったのね。ああ、その後、冬馬くんの母親が帰りのバスに迎えに行ったそうだが、その送迎バスに冬馬くんの姿はなかった。送迎バスで保育園に向かっているのなら、帰りのバスに冬馬くんがいるのが当然よね。どうして冬馬くんの姿はなかったのよ。もちろん、自分の息子の姿が見当たらない母親は不審に思い、うちの冬馬は?と職員に尋ねたぜ。すると職員は、冬馬くん来ていませんよ。と返したんだ。来ていませんよ。っておかしいわよ。確かに送迎バスで保育園に向かっている姿が、確認されているのよね。ああ、そう聞いた母親は、初めて、冬馬くんが行方不明になっていることに気づいたんだ。そして母親と保育園の関係者による捜索が始まったんだぜ。早く見つけないと危ないわよ。そして当日の午後5時15分頃のこと、ついに冬馬くんの姿が発見された。冬馬くんはどこにいたの?保育園の駐車場に停めてあった、保育園行きのバス車内だ。どうしてそんなことが起こるのよ。というか、送迎バスと帰りのバスは一緒じゃなかったの?双葉保育園は行きと帰りで別々のバスを使っていたんだ。もし一緒のバスだったら、こんなことになっていなかったかもしれないな。で、発見された状況はどうだったの?発見された時の冬馬くんは、かなり意識が朦朧としていた。そのまますぐに病院に搬送されたんだが、間もなく息を引き取ってしまったんだぜ。もしかして、原因は熱中症?その通り。司法解剖の結果、冬馬くんは熱中症で脱水症状を起こしたことが原因だった。当時、変わり果てた息子を見た母親はこう語ったぜ。本当は預けたくなかったが、仕事があって仕方なかった。預けてしまった私のせいだ。とな。送迎バスなんかは、こういった仕事で時間がない方のためにあるものでしょ?だからこそ一番安全で、なおかつ集団で行き帰りできる送迎バスを選んでいるのに、悪くもないのに自分を責めてしまっているお母さんの言葉が辛いわ。本当にそうだよな。当時、冬馬くんが、送迎バスに乗った時はバスの後方に乗っていた。でも発見された時の冬馬くんは、バスの前方に座った状態だったんだ。もしかしたらバスの前方に行って、助けを求めていたのかもしれないわね。原因は熱中症による脱水症状だと言っていたけど、結果的に冬馬くんはどれくらいの間、バスに閉じ込められていたの?バスに乗り込んだのが午前8時半頃で、発見時が午後1時頃。だからだいたい4時間半もの間、バスに閉じ込められていたことになるな。真夏の時期に4時間半も車内に閉じ込められてしまうなんて、相当辛いと思うわ。でもどうしてこんな事態になってしまったのよ?冬馬くんは、誤って真夏の車内に放置されてしまった疑いが強い。このことから警察は保育園の園長をはじめとする関係者に対して、業務上過失致死を視野に入れて捜査を進めたんだ。じゃあここからは、事件の捜査と供述について詳しく解説していくぜ。ここで霊夢に質問だけど、今回冬馬くんがバスで放置されてしまったことについて、原因として考えられるのは何だと思う?そうねえ、一番の原因として考えられるのは、行き帰りのバスが違うってことじゃないかしら?その通り、双葉保育園は送迎バスが複数台あるということだな。雪の送迎バスに乗っていたのは、バスを運転していた園長と園児が7人。園長以外の保育園はバスに乗っておらず、バスはそのまま保育園に到着しているぜ。そこからどのようにして園児をバスから降ろすの?到着した後は、別の職員が送迎バスを出迎え、園長と二人がかりで児童を降ろしたとされているぜ。でも、園長の話によれば、この時バスに乗っていた別の女子児童が泣き出したそうだ。園長は、送迎バスに鍵をかけた、と供述しているけど、一方で、泣いている子をなだめるのに気を取られていた、とも語っているぜ。児童をバスから降ろす時に女子児童が泣いてしまった。その子をなだめるのに意識がいってしまって、バスの中を確認せずにそのままバスに、鍵をかけてしまったという認識でいいのよね。ああ、
その後、雪のバスが何らかの用事で使われることがなく、バスは保育園の近くにある駐車場に停車した状態になったんだ。そこから冬生くん発見まで、このバスには誰も触れなかったとされているぜ。まあ聞いた話だと、園長たちの確認不足って感じね。その後も警察の捜査で、保育園側の供述が明らかになってきたぜ。まず鍵をかけたことについてだけど、保育園の園長はこう供述している。園児たちを朝降ろした際に鍵をかけた。冬生くんがバスに乗った認識はあった。その後降りたものだと思っていたが、確認したわけではない。とな。確認さえしていればって思ってしまうわね。それに対しては、職員に降車後の忘れ物確認を指示していたが、手順が守られなかったため冬生くんに気づけなかった。病院への搬送時には、冬生くんが寝ていたから気づかなかった。ごめんね。とも語っている。謝られたとしても、冬生くんのお母さんからしたら、大切な息子が戻ってくるわけでもないし、到底怒りが収まることはないと思うわ。そこから警察は園長だけでなく、保育園の関係者側に対しても事情聴取が行われた。そこで、双葉保育園の担任はこう供述しているぜ。保育園の担任は冬生くんがいないことに気づいていた。双葉保育園のルールとして、児童の欠席時、保護者からは園長に連絡することになっていた。保育園の担任は保護者から園長へ連絡があったものだと思い込み、園長へ直接確認はしなかった、とのことだ。担任からすると、そもそも冬生くんがバスから降りてこなかったから、その日は冬生くんが欠席していたと思い込んでいたってことね。なんか話を聞いていると、どんどん双葉保育園の良くない部分があらわになってきた気がするわ。そうだな。そして事件の2日後には、双葉保育園で保護者会が行われた。そこで園長自ら、事故の起きた経緯やバス車内の状況などの、情報が明かされたんだぜ。園長は何と言ったの？園長の説明はこうだったぜ。普段は後部座席まで行って忘れ物がないかなどの確認をする。この日は泣いている子がいたり、1歳児を降ろしたりなどが重なり、確認を徹底できなかった。園児が連絡なしに休んでいる場合も確認することになっているが、この日は園内でコミュニケーションが取れず気づかなかった、と説明した。児童を相手しているんだから、トラブルはつきものだろって声も出てきそうだわ。そして代理人弁護士からは、園では勤務時間を減らして人件費を削減するため、朝の迎えのバスは園長が一人で乗り込み、2コースを運転していた、との説明があったぜ。うん？なんだか、そもそもこの保育園自体の運営体制が問題なのでは？という声も出てきそうな気がするわね。あとは園長に対しても、批判的な声が出てきたんじゃないかしら？じゃあここからは双葉保育園の運営体制や口コミ、園長について詳しく解説していくぜ。まずは双葉保育園の運営体制についてだが、保育園の設立は1977年、保育園のホームページからは、双葉保育園を運営しているのが、社会福祉法人、新生会、であることが判明したぜ。新生会、双葉保育園の当時の園長は浦上陽子、園長の顔写真などは事件後すぐにネットで特定され、批判的な声で溢れたんだ。そして、新生会、だけど、理事長は浦上康子氏、同じ名字であることから、双葉保育園は親族経営だったことがわかるよな。あとは双葉保育園口コミね。こういった事件は、明らかに不注意と確認不足から起きているものだわ。児童が命を落としてしまったから明るみになったわけで。他にもなんかあるんじゃないか？という声も上がった気がするわね。それについてなんだけど、事件以降、双葉保育園の運営体制に対する批判的なコメントが多数寄せられたぜ。どんどん悪い部分が明るみになってきたのね。ああ、まずこんなコメントが寄せられたぜ。親戚がここを数日で辞めました。理由はエビデンスがないので詳しく言えませんが、家族にこのニュースを伝えると、怒るべくして怒ったとのこと。ちなみにうちの親族はかなり近くに住んでいますが、ここには入園させませんでした。というコメントだな。怒るべくして怒った、ねえ。他にも、双葉保育園、私も卒園生で私の子供たちも、少し行ってたんだけど私は閉じ込められたり叩かれたことあって、子供たちもおもらしして叩かれたり怒鳴られたり、17時まで仕事してたのに、この子うるさいから16時までに迎えに、来てくれないと困る、って言われて、急遽15時半退社にしてもらったな。ちなみに迎えに来てくれないと困るって言ったのは元園長、とのことだ。ここでの元園長っていうのは、浦上陽子の母のことだな。これが事実なら、児童に対して手を挙げていた可能性もあるってことね。にしても、こういった事件が起きると、その実態が明らかになるのはほんの一瞬なのね。そうだな。そして極めつけはこのコメントだ。皆が園庭で遊んでいる時に、高熱の私を一人で倉庫に閉じ込めマーチングの練習を長時間。
2歳児を真冬に裸足で外に出して正座させた。泣き止むまでさせられた。あと2班の先生は退職。というコメントだな。もしこれが事実なのであれば、今回の事件は必然だったのでは？という声も出てくると思うわね。やっぱりまだ幼い子供を相手にした仕事なら、何かの手違いや不注意で、ミスをしてしまうっていうのはあってはならないことよ。こういった仕事だからこそ、批判的な声が多く寄せられると思うわ。確かにそういった声が寄せられるのは当然だな。今までの解説を踏まえて、ここからは今回の事件の不審点について詳しく解説していくぜ。まず、一番の不審点としては、事件後の園長のコメント、についてだ。あるコメントでは、子供がそんな簡単に保育園バスで朝から寝るのか？という声が寄せられていたぜ。寝ていた、という供述も実際は園長の言葉だし、東馬くんがいつどこで発見されたのかも証拠ではなく、証言だけなのが不審な点なんだ。それに、病院に運ばれたなら、まずは保護者に連絡するのが第一じゃないかしら？東馬くんの母親は帰りのバスを迎えに行った時に、東馬くんがいないことに気づいて不審に思った。そして保育園に行き、そこから病院に向かった。明らかにタイムラグが生じているわよ。確かにそうだな。しかも今回の事件は偶然に偶然が重ならないと、園長の供述と辻褄が合わない。というのも、保育園は、この子が当日欠席だと思い込んでいた、という部分。それから、東馬くんはバスの後部座席に座ったため、他の園児も気づかなかった。これに関しても疑問が残るよな。また同じような事件が、繰り返されてしまう可能性だってあるもの。どれが真実でどれが嘘なのか、はっきりさせたいわね。それを一番願っているのは、東馬くんのお母さんでしょうね。最後に今回の事件について、東馬くんのお母さんのコメントを一部割愛して紹介するぜ。東馬は本当に心優しく、お花が大好きな子でした。私によく、道端に咲いているお花を摘んできて、ママ大好きと言ってお花をくれました。僕がママを守ってあげるからねと言ってくれることもありました。なぜ東馬があんなに苦しい思いをして、たった5年で命を絶たれないといけないのでしょうか。叶わぬこととはいえ、今はただ、東馬に戻ってきてほしい。東馬にもう一度会いたいという気持ちでいっぱいです。こうコメントしている。胸が苦しいわ。でも一番辛いのはお母さんよね。それに一人、バスに閉じ込められてしまった。東馬くんがどれだけ熱くて苦しくて、怖かったか。こんな悲劇が二度と繰り返されてはいけないわ。幼稚園側のずさんな管理で、子供の命が失われるなんてあってはならないことだわ。それに、ことが起きた後の幼稚園側の対応も、いまいち納得いかないんだけど。そうだな、幼稚園や保育園の仕事が本当に大変なのはわかるが、だからといって子供を殺してしまうようなことが、起きるのは絶対にいけないことだ。最近もこんな事故が起こってしまったし、これからも起こるかもしれないと思うと怖いわね。幼稚園側は運営の体制を徹底的に強化し、子供の安全確保に全力で取り組んでほしいぜ。というわけで、福岡園児バス閉じ込め事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。先輩に謎の着信、家に母を残し失踪。家出か事件か、藤野千尋さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。行方不明事件っていろいろあるけど、大体が家出か事件かがわかってるわよね。これまでに聞いてきた失踪事件も、どのタイプかはわかってたし、確かにそういう風にわかってるのもあるんだが、家出なのか事件なのかも、わからないようなものもあるな。情報が少なくてわからないってこと？そうだ。今回は藤野千尋さん失踪事件を解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずこの事件の概要から話していくぜ。これは2014年6月7日の18時頃に、広島県広島市佐伯区で起こった失踪事件だ。6月のその時間帯だとまだ外は明るいし、事件性は少なそうに感じるわね。失踪したのは当時25歳の藤野千尋さんで、広島電鉄バス地下バス停で、知人と別れた後に行方不明になったんだ。それまでの千尋さんはどんな風に行動してたのかしら。最初に、事件当日の午前9時3分、千尋さんは広島市佐伯区内の、広島電鉄バス五日市駅南口からバスに乗車した。どこに向かったかはわかってるの？ああ、千尋さんは9時26分に、東観音台中央駅でバスを下車してて、その後勤務先に出勤してるのが確認されている。仕事に行ってたのね。職場はどこなの？広島市植物公園だ。千尋さんは、2014年4月から、この植物公園で臨時職員として働き始めて、ベゴニアという花の栽培管理を担当してたんだ。
臨時ということは、正職員ではなかったのね。まだ正社員ではなかったものの、本採用されるために頑張ってたみたいだ。母親の H さんも、千尋は一生ここで働き続けたいと言ってた。子供の頃から自然が好きで、山や川を走り回ったりする子で、大学でも園芸を学んでいましたと語っている。植物が好きな人だったのね。その後、仕事を終えた千尋さんは、18時頃に同僚の女性に車で、広島電鉄バスジゲバス停まで送ってもらい、その場で別れたそうだ。帰りは同僚の人に送ってもらったの？どうやらこの日だけそうだったわけではなく、普段からそこまで送ってもらってたらしいんだ。それくらい仲が良かったのかもしれないわね。それが最後の目撃情報になってるのかしら？明確に千尋さんだと断定できる情報はこれが最後だな。ただ、千尋さんは18時過ぎに、普段は連絡を取ってなかった大学時代の、先輩に電話をかけてて、その時の履歴が残っているぜ。じゃあその段階では、まだ千尋さんは失踪してなかったのね。電話をしてたわけだし。いや、それがこの先輩は、ちょうど電話に出ることができなかったんだ。その後、18時半頃に電話をかけ直したんだが、その時には千尋さんからの応答はなかった。ということは、千尋さんはその、約30分の間にどこかに行ってしまったのかしら。その間に何があったのかは不明だが、行方不明から2日後の同年6月9日に、家族から広島県警察佐伯署に行方不明者届が提出された。警察は何か、行方が判明しそうな証拠とか発見できたの？警察がいろいろ捜査してみた結果、千尋さんらしき人物の目撃情報と、携帯電話の電波が感知されたことが判明したんだ。らしきってことは、千尋さん本人だとは断定できていないのね？ああ、時系列順に話すが、まず6月9日の午前7時頃に、自宅近くの広島電鉄バス五日市駅南口バス停付近で、千尋さんに似た女性が目撃されている。そして午前8時25分には、五日市駅から西へ約2キロほど離れた場所にある、住宅街で、千尋さんの携帯電話の電波が感知された。2キロメートルなら徒歩でも一応歩けない距離ではないけど、どうして千尋さんはそんなに離れたところまで行ったのかしら。そこも謎なんだが、同日16時21分頃に、最初に感知された場所から、北西方向に約4キロの場所で、また携帯電話の電波が感知されてるんだ。つまり2日後にあたる6月9日には、千尋さんはこの付近にいた、可能性が高いと考えられている。千尋さんがそこに行くような理由とかはないの？さっき話に出た大学時代の先輩に会いに行ったとか。いや、さっき話した大学の先輩は、長野県在住だから、少なくともその人に、会いに行ったわけではないと考えられている。それとこれは一説なんだが、携帯の電波は千尋さんを誘拐した犯人の、隠蔽工作の可能性が考えられているんだ。だとしたら、事件性が出てくるわね。もちろんあくまでも誘拐説であって、実際に何があったのかはわからない。確かに携帯の電波だけなら、電話本体があれば誰でも出せちゃうから、痕跡としては少し弱いのかもね。目撃情報は1回だけだったの？いや、正確な時間は不明なんだが、6月10日の午後に、広島市佐伯区役所内の、ボランティアセンターで千尋さんに、似た女性が目撃されている。さらに6月24日には、同じボランティアセンターで千尋さんに、似た女性が再度目撃されてるぜ。あくまで似た人だから、本人とは言い切れないのがもどかしいわね。これが本人だってわかれば、失踪した理由もわかりそうなんだけど、失踪理由に謎の多い事件だが、千尋さん失踪後に預金口座の中身は、一切変わってなくて、通勤に使ってた IC カードの履歴が、出勤時のままだったことは判明している。千尋さんの口座からお金が動いた様子もなくて、出勤以降はバスとかに乗った形跡がないってこと？ああ、千尋さんは運転免許を、持ってなかったみたいだから、自分で運転することはないだろうし、徒歩、あるいは誰かの運転する、車とかに乗って失踪したのかもな。まだ事件か家出かはわからないけど、何か千尋さんに関する情報はないのかしら？例えば、前日にお母さんと喧嘩してしまったとか。千尋さんの家族関係に特に問題があったっていう話はないが、事件当日までの千尋さんと、家族について少し話しておこうか。そうね。もしかしたら何か失踪した理由の、ヒントがあるかもしれないし。千尋さんは長野県の国立大学に、通っていたんだが、母親は千尋さんが、高校2年生の頃に乳がんを告知されているんだ。千尋さんは母を励まし、母も一人で、長野で暮らし始めた千尋さんを応援していたそうだ。お互いを思い合えるいい親子関係ね。仲もいいみたいだし、家族関係が失踪理由ではなさそうだわ。ただ、千尋さんは大学卒業を目前に、
控えた冬に、過呼吸を起こして、倒れてしまっている。急いで会いに行った母によると、千尋さんはかなり憔悴した様子だったらしい。過呼吸を起こして倒れてしまったってことは、何かストレスになるようなことでもあったのかしら。卒業間近とはいえ、一人暮らしで大学に通ってたんだし、母は当時の千尋さんのことを、千尋が大学に入学した年に、夫が急死しました。お父さんっ子だった千尋は、とてもショックを受けていたと思います。それでも懸命に生活をしていたようですが、就職活動のストレスで心身ともに、疲れ切ってしまったようでした。と振り返っているぜ。お父さんが亡くなられてたのね。お父さんっ子だったなら、余計にそのショックは大きかったと思うわ。その後、千尋さんは希望してた大学院への、進学を断念し、4年生の秋から、就職活動を始めたんだ。この年は就職氷河期の再来とも言われた年で、開始時期が遅かったこともあってか、就活は難航したそうだ。千尋さんは精神的に結構参ってたみたいだし、そんな状態で就活をするのは、辛かったんじゃないかしら。ああ、体調がなかなか回復しなかったこともあって、千尋さんはアパートを引き払い、広島の実家で療養することになった。そういう時は、住み慣れた安心できる場所に、帰るのが一番よ。無理はしちゃダメだわ。そうして実家で療養することになった。千尋さんだが、卒業後しばらくは就職活動を、一旦休止して、母と弟の3人で過ごしてたそうだ。体の病もそうだけど、心の病もすぐに治るばかりじゃないものね。無理をしてまた倒れてしまうよりは、時間をかけてでも療養に専念した方がいいわ。結果的に、千尋さんが就職活動を、再開できるほどに回復したのは、3年ほど経ってからだった。そして2014年4月に、念願だった。園芸関連の仕事に就職することができた。それを聞くと、本当に就職してから、ほとんど経たないうちに失踪してしまったのね。ちなみに、失踪前日の2014年6月6日には、母と一緒に買い物に出かけてたらしいぜ。前日でもお母さんと仲良く買い物に行ってたのね。それなのに失踪して、お母さんも、かなり動揺したんじゃないかしら。それが、母も以前、千尋さんが、ストレスから過呼吸で倒れたという経験があったため、一人の時間が欲しいのだろうと考えて、すぐには捜索願いを出さなかったそうなんだ。だから失踪してから2日後に捜索願いが出されたのね。でもそういう経験があったから、お母さんとしても実は、かなり心配だったんじゃないかしら。実際、母は2日間一睡もできなかったらしいぜ。仲のいい親子だったみたいだし、眠れなくなるのも当然よ。何一つ有力な情報がつかめてない。この事件だが、失踪した当時の千尋さんの、服装などについても触れておくぜ。お願いするわ。まず千尋さん本人の容姿についてだが、身長は156センチ、体型は中肉、血液型は AB 型だ。髪を後ろで一つに束ねていて、普段はメガネをかけてるそうだ。特に目立った身体的特徴が、あるというわけではないけど、千尋さんに会ったことがある人なら、顔だけで本人だってわかりそうね。次に服装だが、ポケットがたくさんついた。水色の作業シャツ、ライトグレーの作業ズボン、白にピンクのラインの入った、24.5 センチのスニーカーを身につけ、ピンク色のハンドバッグと、白いトートバッグを所持していた。仕事着のまま失踪してしまったのかしら？広島市植物公園の作業着なのかは不明だが、少なくとも日常で普段使いをするタイプの、服装じゃないかもしれないな。預金口座からはお金の動きがなかった。って話だけど、この時の千尋さんは、どれくらいお金を持ってたの？事件前日に母と買い物に行ってたと話したが、その時の千尋さんの財布には、2000円しか入っていなかったそうだ。預金口座にお金の動きはなかったって話だし、失踪当日も2000円しか持ってなかった可能性はあるわね。ここで目撃情報に関する話に少し戻るんだが、目撃された千尋さん2の女性には不審な点があった。どういうこと？まず6月9日の午前7時頃に、自宅近くの広島電鉄バス五日市駅南口バス停付近で、千尋さんに似た女性が目撃された件についてだ。何かおかしな動きでもしてたの？目撃情報によるとこの女性は、五日市駅南口のバス乗り場付近のベンチに、ぐったりとした様子で座っていたらしい。もしその人が千尋さんだったとしたら、また体調が悪くなってたのかも。過呼吸で倒れたことがあるし、何か失踪する理由があって、それがストレスで具合が悪くなったのかもしれないわ。この女性が本当に千尋さんなのかは、不明だから何も言えないが、少なくともその時に目撃された女性は、具合が悪そうに見えたのは事実だな。他にも目撃情報があったけど、そっちの方で目撃された女性はどうだったの？ボランティアセンターで目撃された女性も、
不審な点があった。6月10日と24日に千尋さんに、似た女性が目撃されたわけだが、その女性は杖をついていて、顔を隠すような仕草をしてたそうだ。確かに顔を隠そうとするのは不審だけど、千尋さんは特に杖が必要だったって、情報はないし、別人かしら？結局この人物も千尋さんなのか、どうかはわかってない。ただ単に背格好が似てて、あまり顔を見せたくないだけの人だった。可能性もあるからな。どの目撃情報に出てくる女性も、怪しいところはあるけど、それが千尋さんだと断定するだけの、証拠にはならなそうね。千尋さん失踪後、ポスターを配布したり、メディアで情報を公開したりもしてるんだが、未だに千尋さんは見つかってない。有力な情報じゃなかったり、調査の結果別人だったりしたんだ。その言い方だと、一度千尋さんらしき人物が見つかったってこと？鋭いな。正確には、2018年に北陸地方で、千尋さんと特徴が似ている遺体が見つかったんだ。でも、その人は千尋さんではなかったのよね？ああ、DNA 型鑑定のために千尋さんが、使っていたブラシや、へその緒などが、提出されたんだが、1ヶ月後に出た結果によると、歯型などから遺体は別人だと判明した。千尋さんが生きてる可能性が出てきたのは嬉しいけど、まだ見つかってないっていう意味でもあるのよね。お母さんの気持ちを思うと辛くなるわ。母は千尋さんが失踪してから、警察とのやり取りなどの千尋さんに、関する事柄をノートに記してるそうなんだ。大事な情報だし記録しておきたい気持ちはわかるわ。何か重要な情報だったって後から、わかることもあるでしょうし、それだけでなく、母は自分が留守の間に、千尋さんが帰ってくるかもしれないと考えて、部屋に自身の携帯電話の番号を、書いたメモを貼っている。親ならふとした拍子に帰ってくるんじゃないか、って考えたくなるのは当然よね。だが残念なことに、最近は新しい情報が入ってない状態だ。いい情報が入ってほしいわ。そんなノートの背拍子には、千尋が帰ってくるんだって。わーい、嬉しいね、ありがとう。ちーちゃん、お帰りなさい、会いたかったよ、といった言葉が書かれてるそうだ。もしかして、お母さんが書いたの？ああ、母によると正直に言うと、少しお酒を飲んでしまった時に、つい書いてしまったんですだそうだ。お母さんにとって千尋さんは、本当に大事な娘でしょうし、その言葉が本当になる日が来てほしいわ。以上が藤野千尋さん失踪事件だ。特に家庭や職場で問題があった様子でも、なさそうなのに、千尋さんは、どこに行ってしまったのかしら。千尋さんらしき女性の目撃情報や、携帯電話の電波など、手がかりになりそうな情報はあるのに、何があったのかさえわかってないのが辛いな。ええ、同僚の人と別れてからバスや電車に、乗った痕跡も存在しないみたいだし、足取りが全くわからないわ。ネットでは千尋さんが発見された、という情報も一部で流れたみたいだが、現在も広島県警の公式サイトでは、千尋さんの情報が一般から募られている。つまりそれはガセ情報で実際にはまだ発見されてない。お母さんは今でも千尋さんの帰りを待ち続けてるわけだし、何かそれらしき人を見たら警察に報告してほしいわ。そうだな。あの日に一体何があって、千尋さんは失踪してしまったのか、せめてそれがわからないと、捜査もうまく進められない。一日でも早く、お母さんが千尋さんと、再会できる日が来ることを願うわ。というわけで、今回は、藤野千尋さん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。歩道を装い美少女だけを連れ去り、佐久間奈々さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、世の中には失踪事件ってたくさんあるわよね？そうだな。年間約9万人ほどが行方不明になってるな。そんなに？そういえば小倉美咲ちゃんの失踪事件も進展があったわね。事件事故、蒸発や誘拐等々、様々なパターンがあるけど、未解決の事件も数多くあるぜ。そっか、不可解な事件も多いのね。美少女が友人たちの目の前で忽然と消えてしまった事件もあったな。お友達の目の前で？それはどんな事件だったの？よし、じゃあ今回は、佐久間奈々さん誘拐事件について紹介していくとするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。そもそも、佐久間奈々さんはどんな子だったの？佐久間奈々さんは事件当時13歳で、近所でも評判の美少女だったそうだ。そんなに目立つ子だったの？ああ、クラスメイトはみんな奈々さんのことを、アイドルになれると言っていて、クラスではダントツに可愛いし、当然モテモテだったぜ。確かに実際写真で見ても、目鼻立ちがはっきりしていてかなりの美形よね。実物は、写真より数倍可愛かったようだぜ。奈々さんの家族構成は？
佐久間奈々さんは母子家庭の一人っ子で、千葉市は下幕大宮台の築5年の2階建てアパートに、祖母と3人で住んでいたんだぜ。母子家庭だったのね。そしてお母さんは、千葉市内のスナックで働いていたぜ。ふむふむ。じゃあ夜はおばあちゃんと二人なのね。ああ。奈々さんのお母さんは事件当日、千葉市内のスナックで働いていて不在だったんだ。それで、どんな事件だったの ?1991 年10月27日の日曜日、深夜0時過ぎ、千葉市立大宮中学1年の、佐久間奈々さん当時13歳は自宅で、友人3人とお泊まり会をしていて、夜中に夜食のお菓子を買うため、4人揃って自宅から4キロ離れた小倉台の、コンビニエンスストアミニストップ小倉台店へ、自転車で出かけたんだ。4キロ?かなり離れているのね。当時24時間のコンビニは少なく、かなり離れたところまで行かなければならなかったんだ。自宅からコンビニまでは、勾配の激しい土地だったために、到着までに自転車で30分かかったそうだ。まあ、おしゃべりしながらダラダラと走ったんだろうね。午前1時、台風の影響で歩道には、倒れた木が横たわっていて、それに気づかなかった奈々さんが、自転車でぶつかり転倒してしまったんだ。あら、大変。奈々さんと友人3人はしばらくその場所で話していたそうだ。怪我はなかったのかしら?怪我は大したことなかったんだけど、そこに後ろから来た40代くらいの男が、奈々さんらを追い越してから振り返り、突然お前ら何やってんだ、と、高圧的な態度で声をかけてきたぜ。まあ、中学1年の女の子たちが、午前1時に道端でおしゃべりしていたら目立つだろうけど、それはビビったでしょうね。その男は警察の補導員を装って、16歳未満の者が11時過ぎに歩いていると犯罪になる。普通なら警察に通報するところだが、話を聞くだけで許してやる。お前が代表でついてこい、と奈々さんに言い放ったんだ。奈々さん一人だけを狙ったのね。男は3人の友人にお前たちは帰れ、と帰宅を促したぜ。言う通りにするしかないわよね。ここで友人の一人が、奈々さんの自転車はどうすればいいんですか?と男に尋ねると、男は、後でトラックで運んでやると言い残し、そのまま奈々さんだけを細い路地に連れ込んでいったんだ。お友達のためとはいえ、心細かったろうね。そして午前1時、仕方なく友人3人は、アパート前に到着したんだけど、鍵は奈々さんが持っていたために、部屋の前で奈々さんの帰りを待つしかなかった。おばあちゃんはいたんだろうけど、真夜中だもんね。その後午前3時頃、1時間半経っても奈々さんが帰ってくる気配はなく、さすがに3人は奈々さんは誘拐されたのではないかと思い始めたぜ。気づくのがちょっと遅かったかもしれないわ。そんな時、そこにたまたま同じ中学の男子生徒2人が、通りかかったため、奈々さんの友人は、男子生徒に奈々さんが帰ってこなくなったことを相談したんだ。そんな時間に男子生徒が通りかかったのね。そこでやっぱり変だということになり、それぞれの親たちに連絡することになったぜ。それでどうしたの?連絡を受けた親たちは周辺をくまなく探したけど、奈々さんを見つけることはできなかったんだ。事件性ありありなんだから、まず警察だって。午前4時20分に千葉県東警察署に捜索願いを提出し、警察は早速捜索活動を開始したんだが、奈々さんを発見することはできなかったんだ。犯人はどんな男だったの?年齢は40代後半から50代前半、身長は155センチ前後で中肉中背だったぜ。男にしては小柄よね。服装はニット帽を目深にかぶり、ボーダーの長袖に黒のズボンを履いていたぜ。変装らしい変装はしていなかったわけね。男はかなりの威圧感があって、とても堅気とは思えなかったと友人たちは証言しているんだ。ヤクザかもしれないのね。お友達の他に目撃証言はなかったの?奈々さんが連れ去られた、27日の午前1時20分から30分に、現場付近の杯町交差点で奈々さんと、男らしき二人連れを、通りがかった車の、運転手が目撃しているぜ。そんな時間に中年男と美少女が歩いていたら目立つわよね。その後、午前2時15分頃、モノレールの千代台駅付近で目撃されているんだ。結構長い間、連れ回していたのね。そして午前4時過ぎにも、隣接の住宅地、千代台の方を歩いている二人連れを目撃したとの証言もあるぜ。3時間も歩いていたの?かなり謎よね。逃げるチャンスなかったのかしら。確かに霊夢の言う通りだな。それ以降の情報は全く途絶えてしまったんだ。普通、誘拐なら速攻で車に押し込んだり、アジトに連れ込んだりしない?事件の前に他の女子中学生が不審な男に、尾行されるということもあったそうだけど、同一人物か否かは、はっきりしていないぜ。奈々さんのおばあちゃんとお母さんは、事件の後どうしていたの?
ナナさんが誘拐されてから数年後、ナナさんの祖母は亡くなってしまったんだ。そっか、お孫さんに会いたかっただろうね。ナナさんが連れ去られてから数年間、お母さんは毎日近所の神社で、ナナさんが帰ってくることを願っていた姿が、近所の人に目撃されているぜ。もう神頼みしかできないよね。そして事件から10年後、お母さんはアパートを引き払い、別の場所に引っ越したそうだ。思い出がいっぱい詰まったアパートだったろうにね。Google マップで佐久間ナナさんのアパート、小倉台のミニストップ、誘拐現場、坂月町の交差点、岸路台駅を見てみたぜ。事件は30年以上前だよ。実はこの近辺は当時とほとんど変わってないんだ。もっともコンビニはもうないけどな。ミニストップはもうないのね。ナナさんは大宮台鈴懸通り、小倉井町大通りを直進して、ミニストップ小倉台店に行ったはずだ。ミニストップには無事着いたのね。ここでウーロン茶、ポテトフライ、ピザ、おにぎりを購入したぜ。結構がっつり買ったのね。帰りもその道を通り、国道126号を越えたところで、気が横たわっていて足止めされて男に声をかけられたんだ。倒木は行く時にはなかったのかな？ああ、多分女の子たちが通り過ぎるのを見届けてから、倒れた木を横たえたんだろうな。あたりは真っ暗で見えなかったに違いないぜ。なるほど。計画通りにことが運んだのね。ナナさんが大通りから連れ去られた路地は、かなり狭く地元の人しかわからないような路地だったんだ。ナナさん心細かったろうね。その路地をそのまま進むと自動車整備工場の横手に出て、このまま細い路地を突き進むと大通りに合流するんだ。犯人は、かなり土地勘があったのね。これらのことから、この事件は偶発的なものではなく、計画的にナナさんを狙ったのかもしれない可能性もあるぜ。ナナさんを連れ去った横道は、この辺の地理を知り尽くした人間でないとわからないしね。前もって入念に下見をして、この横道にナナさんを連れ去ることを、計画していたのかもしれないとも言われているぜ。木々を倒してナナさんたちを足止めしたのも、計画的だったということね。犯人の服装がニット帽を目深にかぶり、ボーダーの長袖に黒のズボンという格好からも、顔がバレないように目立たない出立ちを選んだんだろうな。きっと今だったらマスクもしていただろうね。犯人はまだ見つかってないのよね？ああ、30年経った今も、犯人も佐久間ナナさんも見つかってないぜ。一体どんな犯人だったんだろうね？ここから先はあくまでも噂されている考察だから、それを念頭に聞いてほしいぜ。あくまでも考察なのね。わかったわ。犯人は身長155センチと低い身長で、決して体格は大きくはないにもかかわらず、女子中学生を一瞬でビビらせたことから、犯人はヤクザ関係だと仮定して話を進めるぜ。お友達の女子中学生3人も、仇とは思えなかったとも証言しているしね。この近辺はヤクザ組織が入り込んでいて、千葉市境町に事務所を置く大手合会系の組織があったり、若葉区から少し北の桜市、成田市などにも、S会一家が縄張りとしているんだ。ヤクザの巣窟とか？事件現場の若葉区は、合会もしくは S会の島だったぜ。そうなんだ。でもヤクザは、素人にはうかつに手を出さないんじゃなかった？くしくも、暴力団対策法が施行されたのは、事件の翌年1992年のことだ。暴力団対策法って？暴力団対策法、いわゆる暴対法は暴力団員による、不当な行為の防止等に関する法律で、暴力団への取り締まりをかなり厳しくした法律だぜ。つまり、言い方はあれだけど駆け込み犯罪みたいな？ああ、そうかもな。この合会、S 会は上部組織の欧米の、秘密結社より指令を受けて、未成年少女、女児の誘拐を組織的に行っていたんだ。え？嘘でしょ？アメリカなんて、1日1000人以上の子供が、誘拐されているからな。12歳未満の子供は一人で外出させることを、法律で禁じられているくらいだぜ。組織的に誘拐しているのね。目的は臓器売買、悪魔的儀式、アドレノクロムの製造などだ。アドレナクロムって何？アドレナリンの酸化で生成される化合物で、簡単に言えば人間の恐怖や過度のストレスにより、分泌される脳内ホルモンの一種だぜ。な、何に使うの？本来は局所麻酔や止血剤に使われるけど、若返り効果や長寿につながるとも言われ、芸能人には愛用者が多いという噂もあるぜ。それで高値で取引されるというわけね。事件現場周辺で気になるのは、ナナさんと犯人が最後に目撃情報があった。岸路台駅から目と鼻の先に S 会が臓器売買で、提携している Y 病院があるんだ。もしかして、犯人が数時間にもわたって、ナナさんを連れ回したのも、極度の恐怖を与え、アドレナクロムを抽出するためなの。霊夢、勘がいいな。現在判明しているだけでも、S 会はこの病院と組んで11件の臓器売買、臓器移植を行い摘発されているんだ。
嘘みたいな話ね。この病院のグループで、全国いくつかの病院でも臓器売買、臓器移植を行っていて摘発されているぜ。恐ろしい病院ね。佐久間奈々さんが千代台駅付近で、全く目撃情報が途切れたのは、ヤクザと病院が組んで臓器売買、臓器移植が行われた可能性は否めないとも言われているんだ。な。なるほど。説得力はあるわね。また S 会、I 会などの関東ヤクザは、欧米の秘密結社の指令を受けて未成年少女、女児を誘拐していると証言しているぜ。確かに身の代金目的やいたずら目的とは考えがたいわね。誘拐事件から約30年以上が経過しているけど、もし佐久間奈々さんが生きているなら、40歳は過ぎているわよね。当時まだ中学1年で、その先の希望ある人生を、奪ったのは絶対に許されることではないけど、無事に生きていてほしいな。本当にそう思うわ。発見されることを心から願うぜ。そうね。お祈りするわ。というわけで今回は、佐久間奈々さん誘拐事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。おじいちゃんが目を離した隙に失踪、渋谷美希ちゃん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。行方不明事件って小さい子とかも被害に遭うみたいだけど、ああいうのってちゃんと大人が見てれば、防げたりするものなのかしら？極論で言ってしまえばそうだが、どうしても人間である以上、ふとした瞬間に目を離してしまうものだぜ。でも2、3分程度だったら大丈夫なんじゃないの？小さい子なら短い時間でそこまで遠くへはいけないでしょうし。いや、それが霊夢が言ったような、短い時間のうちに失踪してしまった事件もあったんだ。そうなの？ああ。それじゃあ今回は、渋谷美希ちゃん失踪事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず事件の概要から話していくぜ。事件が起きたのは1983年11月1日だった。宮城県川崎町に住んでた当時3歳の渋谷美希ちゃんが失踪したんだぜ。どういう状況でそうなったの？午後4時30分頃、川崎保育所に通ってる、美希ちゃんのところに祖父である清司さんが車で迎えに来た。美希ちゃんの両親は共働きだったため、清司さんが迎えに来るのはいつものことだったんだ。共働きのご家庭だとそういうこともあるわよね。本来であればそのまままっすぐ家に帰るはずだったんだが、帰宅中に知り合いを見つけた清司さんは、一旦道路脇に車を止めたんだ。そこで車から降りると、田んぼへと降りていってその知り合いと話し始めたぜ。どうしてわざわざ車から降りてまで話しに行ったのかしら。どうやら農作業の打ち合わせをするために降りたらしいぜ。この時、清司さんは美希ちゃんに、車の中で待っていてほしいと伝えてたそうだ。まだ3歳だし車の外で自由にさせておくのも不安だし、中で待っていてもらおうって思うでしょうね。ところが知人との話し合いを終えて車へと戻ってみると、美希ちゃんの姿は消えてたんだ。助手席には美希ちゃんの保育園のカバンと帽子が残されてて、助手席のドアが40センチほど開いていた。たった2、3分だったのよね。一人で出ていくにしてもそこまで遠くに行けるとは思えないんだけど。当然清司さんは美希ちゃんを探すために、知人と一緒に付近を捜索したんだが、どこにも美希ちゃんの姿はなかった。それもあって清司さんは大河原署に通報したんだぜ。まさかそんな短い間にいなくなるなんて思わないものね。でも警察の人たちが調べたなら何かわかったんじゃないの？ああ、美希ちゃんの発見には至らなかったんだが、明らかに怪しいものが発見されたんだ。何が見つかったの？まず最初は美希ちゃんが田んぼの水路に転落した可能性を考え、警察犬を出動させて、深夜まで地元住民と一緒に探して回ったんだ。結局水路には美希ちゃんの姿はなかったんだが、代わりに清司さんが車を止めた場所の近くに、6メートルほどのスリップ痕があったんだ。しかも路上からは、美希ちゃんと同じ大型の血痕も発見された。まさか美希ちゃんは車の外に出たところを誰かに跳ねられて、そのまま連れて行かれてしまったのかしら。というわけで、ここまでが事件の概要だぜ。これから事件に関係してるものと思われる目撃証言や、その他の事象についても話していくぜ。目撃者がいたのね。美希ちゃんは清司さんの車からいなくなってしまったわけだが、実は話し合いをしてた知人とはまた別の農作業中の女性が、車外に出てる美希ちゃんを目撃してるんだ。そうなの？じゃあ何があったのか見たんじゃない？いや、さすがにずっと見てたわけじゃないから。何が起こったのかは見てないらしいんだ。ただ、少なくともその女性が見てた時には、美希ちゃんは車の前に立って清司さんの方を見てたそうだ。周りで遊んでたっていう証言もあるぜ。それを聞く限りだと、美希ちゃんは車外には出てしまったけど、少なくとも車の近くにはいたのね。そしてもう一つ、事件に関係してるものと思われる目撃証言があるぜ。
清治さんの車から15メートルほど離れた場所に薄茶色の車が止まってて、車のそばに30歳前後の男女が立ってたみたいなんだ。この場所は、血痕とスリップ痕があった場所の近くだったんだ。その男女は怪しいわね。血痕があった場所の近くで目撃されてるみたいだし、この二人が犯人なんじゃないの？確かにこの男女はかなり怪しいぜ。彼らが乗ってたものと思われる薄茶色の車が400メートル先の路上で、猛スピードで走り去る姿が対向車の運転手によって目撃されてるからな。やっぱり怪しいわね。考えられるのはミキちゃんをうっかり引いてしまって、事件を隠蔽するために車に乗せてそこから立ち去ったっていう流れだけど。ああ、実際に警察もそういう風に考えたらしい。ただ、捜査資料の再検討の結果、交通事故の可能性は低くなり、薄茶色の車の所有者かその関係者が交通事故を装って、計画的にミキちゃんを連れ去ったという可能性が強くなったんだ。じゃあ現場に残されてた血痕とかスリップ痕は、偽装されたものかもしれないってこと？その可能性があるぜ。確かに現場から発見された血痕はミキちゃんと同じ大型のものだったんだが、ミキちゃん本人のものだとは断定されてないんだ。それにスリップ痕も付けようと思えば、決して不可能ではないからな。でも、仮にそれが偽装された証拠だったとしても、薄茶色の車が怪しいのは事実よね？そうだぜ。この車の所有者は判明してて、渋谷家近くの実家に酒を仕入れに来てた飲食店経営の F 氏だったんだ。事件当時は31歳で、ミキちゃんの父親である、タミオさんとも同級生という間柄だった。警察は事情聴取とかはしたの？もちろん何度も事情聴取が行われたぜ。一番疑わしいのはその F 氏だったからな。その結果、彼が使用してた薄茶色の車は事件後に、別の車へと変わったことが明らかになったんだ。しかし事件当時に乗ってた車は、どこに行ったのかはわからないらしい。事件後に車が変わったっていうのは妙ね。事件からどれくらい経ってたかにもよるだろうけど、もう前の車がスクラップにでもなってたら、証拠は見つけられそうにないわね。とはいえ、この F 氏が怪しいのは事実だ。警察もそう考えてたみたいなんだが、結局この男まで行方不明になってしまったんだ。え、もしかして逃げられたんじゃ？こればっかりは何とも言えないな。逃げられてしまったのか、それともまた別の理由でいなくなったのか。その言い方を見るに、F さんには何か行方をくらませる理由があったの？確証があるわけではないんだが、この件については後で話すぜ。こうして目撃証言や犯人とおぼしき男性などが判明していったわけだが、事件から2日後、渋谷家には無言電話がかかってくるようになってたんだ。こういう行方不明事件ってよく無言電話がかかってくるわよね。発信者が誰だったのかは分かってないの？ああ、無言電話だけじゃなく身代金を要求する電話もかかってきてたんだが、それが犯人本人による電話なのかどうかの確証が持てなかったんだ。事件に便乗した愉快犯の可能性もあったからな。だから特定には至らなかった。確かにミキちゃんが行方不明になってるってニュースになれば、悪意を持ってそういう電話をかけてくる人もいるでしょうね。特に地元の人の中には捜索に協力した人もいたみたいだし、それもあっておそらく犯人は身代金を目的にした。誘拐をしたわけじゃないと思われるぜ。ここまで大胆な犯行をして疑われてる人物まで出てる状況で、電話をかけるなんてリスキーすぎるからな。だけどこのままだと本当に捜査が進みそうにないわね。何か他に関係してそうなものはなかったの？あとは事件とは関係ないかもしれないんだが、事件発生前夜にミキちゃんの様子が、いつもと少し違ってたっていう証言もあるんだぜ。様子がおかしかったの？母親の勝江さんは当時のミキちゃんについて、いつもは寝つくと起きたことなんかないミキが事件の、あった前の晩に限って起きて、足にまとわりついてきて離れなかったんです、と語ってるんだ。ミキちゃんは当時3歳だったみたいだし、偶然虫の居所が悪くてぐずってしまっただけかもしれないけど、翌日に失踪してしまったっていう事実があるから何か勘ぐってしまうわね。もしこのミキちゃんの様子が事件に関係してると仮定すると、もしかするとミキちゃんは犯人と一度遭遇してる可能性があるんだぜ。何か怪しい人と会って、本能的に不安な気持ちになってたのかもしれないわね。もちろんこれはあくまでも憶測だぜ。霊夢が言ってたように、単にぐずってしまっただけという可能性も高いと思われる。虫の知らせって言葉もあるし、考えすぎかもしれないけど変な方向に考えてしまうわね。ミキちゃんの行方は未だに不明なわけだが、実は事件から数年後に放送されたとあるテレビ番組にて、超能力者のジムワトソンが公開調査という形で投資を行ったんだ。その結果ミキちゃんは生きている、二つ隣町の柴田町の、自衛隊駐屯地近くにおり、お母さんには悪いけど、犯人は自分の子供として育てるって言っていると発言してるぜ。超能力関係は迂闊に信じるべきかどうかわからないから、
なんとも言えないけど、その発言が事実なら、犯人の目的はミキちゃんを自分の家族にすることだったってことになるわね。ああ、もし本当に二つ隣の町に住んでるとしたら、ミキちゃんは家から外に出てない可能性もあるぜ。捜索のために当時の写真も公開されてるから、見る人が見れば気づきそうだからな。そうよね。遠くの県まで逃げてるならともかく、そんなに近くだったらバレる危険性があるわよね。その後2001年に大河原警察署から、21歳になったミキちゃんの、現在のモンタージュ写真が公開されたんだ。そして翌年の2012年2月には、ミキちゃんの祖父である、清治さんが亡くなってしまったんだ。清治さんの気持ちを考えると辛いわね。あの時車から離れなければ、こんなことにならなかったんじゃないかって考えたでしょうし、自分のすぐそばで起こったわけだからな。ちなみに母親である勝江さんは、6月に撮られた、さくらんぼ狩りの写真や10月に撮られた写真、七五三の時にミキちゃんが着てた服などを、今でも大事に保管してるそうだ。いつミキちゃんが帰ってきてもいいようにな。忘れられるわけがないわよね。自分の大事な娘が誘拐されて、明らかに怪しい痕跡や人物も発見されてるのに、何の進展もないんだから悔しいわよ。ここまで事件に関する様々な点を話してきたわけだが、ここからは事件に関するいくつかの不審な点について話していこうと思うぜ。何か変なところがあるの？ああ、まずミキちゃんが最後に目撃された状況についてだが、覚えてるか？確か近くで農作業をしてた女性が、車の近くに立ってるミキちゃんの姿を目撃してるのよね。そうだ。ミキちゃんは少なくともその段階ではその場所にいた。だが偽装されたものとおぼしき痕跡が発見されたのは、15メートルほど離れた場所だったんだ。ええ、15メートルって言うとそこそこの距離ではあるけど、遮蔽物がなければ普通に目視可能な距離ではあるわね。あれ？でも、だとしたらなんで誰もミキちゃんが、誘拐されたことに気がつかなかったのかしら。不審点の一つがそこなんだ。どうやら当時現場付近では脱穀機が稼働してて、その音によって周囲の音は聞き取りにくい状態だったみたいなんだ。それなら車が猛スピードで走ってきても気がつかないかもしれないわね。確かに車の走行音は聞こえなかったかもしれないが、薄茶色の車は猛スピードで走ってるところを目撃されてるって話だ。当時現場には人が少なかったとはいえ、開けた場所だったんだ。でも騒音問題になるほどの大きさだったりするんでしょ？当時の状況を完全に再現でもしない限り、どうだったのかはわからないわよ。本当にその音のせいで気づかなかったのかもしれないじゃない。まあそれはその通りだ。ただ、清治さんが知人と話してた時間が、本当に2、3分だったかどうかがちょっと疑わしいんだ。今回この事件を紹介するにあたっていろいろ調べたんだが、事件を取り扱ってるサイトによって知人と話してた時間に差があるぜ。具体的にはどれくらいの差があるの？長いところだと今回解説した通り2、3分なんだが、短いところだと1分30秒だったんだ。もちろんわずか数分ではあるが、明確な時間がわかってないんだぜ。人と話してる時って結構時間感覚が鈍りやすいものね。もしかすると清治さん本人が思ってた以上に、時間が経ってた可能性もゼロではないわね。それと、実はもう一つ不審な点があるんだ。まだあるの？実は事件が起こった宮城県川崎町の住民は、そのほとんどが親類縁者っていう特殊な地域性なんだ。たまに同じ名字の世帯がいくつもある地域ってあるけど、川崎町もそうだったの？ああ、これに関して捜査に関わった関係者が、住民が真実を語らないため、なかなか情報を得ることができず苦労した、と漏らしてるんだ。真実を語りたがらないってどういうこと？これに関しては、どういった聴取が行われたのか不明だから詳細はわからない。だが、この発言が事実だとするなら、地域の一部の人間は、犯人を知ってる可能性があるんだぜ。いくら親類縁者だからってそんなことをするかしら？例えば犯人の家族とかならわかるけど、ただ親戚ってだけだったら、かばう理由なんてないと思うわ。そんなことして自分まで疑われたら嫌だし、すべての地域がそうだというわけじゃないんだが、田舎などの閉鎖的な環境だと外部からの人間に対して、排他的になることがあるんだ。こうした村社会は相互互助的な関係で成り立ってるから、少しでもその環境が崩れることを嫌う傾向にあるとされてるぜ。じゃあ例えば、疑われてた F さんを守るために、みんなで嘘をついてたのかもしれないってこと？そうとは言い切れないんだが、過去に閉鎖的な環境ゆえに、起こった事件がいくつかあるんだ。理由は不明だが、住民が嘘をついたのは捜査関係者の発言が事実なら間違いないぜ。でも一体住民たちはどうして嘘をついたのかしら？子供が失踪して行方不明になってるのに、何か隠さなきゃいけないようなことなんてあるとは思えないんだけど、こればかりは何とも言えないが、真実を言おうとしないせいで、
捜査が進展しにくかったっていう背景は、捜査関係者の発言を見るに、可能性があると考えられているぜ。以上が渋谷美希ちゃん失踪事件だぜ。なんだか謎が多い事件って感じがしたわね。疑われてた人まで突然失踪して、犯行は日中に家族のすぐそばで行われたのに情報が少ないし、事件現場の写真を見ても、あの場所で何かしらの事故が起こったら、誰かが気づきやすい立地ではあるんだ。誘拐でなければ美希ちゃんがいなくなる要因は謎が深まるばかりだぜ。警察の人も含めて深夜まで捜査がされたみたいだし、事故とかならもっと他の何かが見つかってそうだしね。この事件は地域住民が嘘をついてる可能性が示唆されてるから、目撃証言もどこまで信じていいのかわからないのが厄介なんだ。謎な部分のある事件だけど、ご家族や亡くなられた清司さんのためにも、美希ちゃんには無事に帰ってきてほしいわ。というわけで、今回は、渋谷美希ちゃん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。